はい、皆さんこんにちは、レクセン講師の赤木です。それでは、令和4年の、小試験、民事件の分析会ですね、始めていきたいと思います。一応ね、今日2種類のレジュメを出しておりますけれども、基本的には問題とそれから回答例が書いてあるね、ちょっと分厚めのレジュメの方を中心にやっていきますが、まあね、私の、分析会、例年、やらせていただいておりますけれども、僕がもし現場で、立ったとしたらね、どういう思考をたどったかというね、その思考の、まあ、一応、なんていうかな、紹介と、あと、まあ、一応の推基準から良好ですね、このあたりがどの辺のね、ことをかけてればそれがたどり作れるのかというふうなね、ところを中心にお話ができたらなというふうに思っております。とりあえず3科目ありますんで3時間というね、ちょっとロングランでありますけれどもね、とりあえず1科目1時間、途中商法のね、第1問のところで休憩入れようかなというふうに思っておりますけれども、まあ、とりあえずね、前半1時間半ですね、聞いていただければいいかなと思っております。はい、早速ですけれども、民事系の問題検討ですね、まあ、どんな問題でも私ね、おすすめしている思考方法、民法商法についてはまずは原告の請求ですよね。そこの要件検討、その上で被告の反論、まあ、そういった形でね、原告のまずは言い分をちゃんと、基礎付けられているかどうかですね。ここでもう大きく差がついてきますね。原告の請求、とりわけ請求原因になるような事実ね、これ漏れがないようにしておいてください。から抗弁ね、被告の反論についてもね、要件に漏れがないようにと、まあ、網羅性ということをね、結構強く言っていきますけれども、まあ、このあたりでね、大きく差がついてくる、そういう科目になっています。はい、とりあえず一問民法の問題検討ということで、第一問、配点から確認すると、まあ、設問1が50で2が3、30で3が20ということで、まあ、設問1が大きいということなんで、まあ、時間配分そんなに、ね、気をつかなくてもいいかなと思うんですが、ただ設問1が実質2問に分かれてますね。設問1括弧の1が、2ページ目の、ね、下の方ありますけれども、まあ、C が A に対する請求、C の A に対する請求の可否ということで、まあ、実質請求1個かなというね、そんな感じですが、設問1の括弧の2、こちらの方が D の C に対する、まあ、登記請求と、それから、まあ、ごめんなさい、D の C に対する D への登記請求ね、それと A への登記請求ということで、請求2つありますんで、問いの位置は実質3問分と思ってください。請求3つですね。原告のまずは請求原因事実をしっかりと揃えることで、被告の反論等がある場合にはそれも踏まえてね、ちゃんと網羅的に検討というのができるかどうかね、その辺ちょっと差がついたところかなとは思います。はい、その上で質問にも先に確認しますと、30点しかありませんが、あいうの主張の根拠を説明し、で F の反論の等比を検討し、請求3が認められるかを論じなさい。5月分6月分で結論差が、生じるかも論じ、留意しなさいということで、まあ、ここについてもね、結局は請求3が認められるかどうかなので、要件充足しているかどうかね、ちゃんと網羅的に検討するというところが必要になってきます。で、この主張の根拠の問題ね、結構令和の、元年入ってからね、何年も、出ているところではありますが、これ必ず条文に結びつけてください。いいですかね、条文であるとかね、要件に結びつけるというところをしっかりとね、意識しておく、その、条文に結びつけさえしてればね、一応の水準にはなんとかいきますんで、すいません、条文とかね、その要件に必ず結びつけるというところを意識しておきましょう。はい、設問さん、今度はまあね、17から21と後ろの方ですが、はい、A の主張の根拠を踏まえた上で考えられる M からの反論、踏まえて請求要が認めるかを論じなさい。まあ、20点しかありませんし、でもね、なんか知らんけどもね、M まで入ってますね。何人目やねんっていうね、それぐらいの人数でして、ちょっと人間関係図がややこしくなるかなというのが問いの3でね、ちょっと分かっていただけるといいでしょう。まあ、問いの3については、ちょっと人間関係図をね、しっかりと書かないと、もしかすると、見落とし等ね、生じるかもしれないというちょっとね、懸念材料がありますが、これも問いの2と一緒ですね。主張の根拠ですから、条文の文言等と結びつけるというね、そこの意識が非常に大事になるかなと思います。はい、早速ですが、まあ、問いの1から、民法で、お話をしていきたいと思いますけれども、問いの1、一応 C の A に対する請求の可否ですね。ちょっとまあ初見で、私がどんなね、板書をしたりとか、あるいはね、どんな、まあ、答案構成チックなものを書くかね、その辺ちょっとね、紹介していこうかなと思います。はい、1の括弧の1が C の A に対する、引き渡し請求ですね。はい、訴訟物が何かはまだね、はっきりはしませんけれども、とりあえず引き渡し請求、まあ、いうものね、これの検討をする、まあ、債権的か物件的かね、ちょっとここの辺はまだね、決め打ちはできないところであります。はい、事実関係ですけれども、A がまずは土地を持ってますよというところから出発してます。で、2番。不動産取引の経験なかったので、友達に相談した。で、この土地にはまだ抵当権の登記が残ってたと。はい、抵当権登記、これが残ってて、で、このについて、はい、B が売却先を探してみるが、先に登記を抹消してあげようというね、こういう話になりました。ということで、まず A が B に依頼したのが1つ目、抹消登記の依頼ですね。抵当権の
帝都家の末梢登記の依頼をしているはず。なんですけれども、3番、見ていきますと、金銭債務の弁済期が迫っていたので、自分のものとして売ってやろうというね、まあ、けしからんことを考えるようになった。これが B ですね、3番。で、4番、令和2年4月、2日、B は A に対し、末梢登記にいるということで、偽って、登記、所有権移転登記に必要な書類の交付を求めて、これに A が応じてしまったということで、はい。末梢登記にいる。と言いつつ、渡されたのが結局、所有権の移転登記の書類ですね。これが、B の詐欺によってというかね、騙しによって、まあ、交付されているという状況になっています。で、その後ですけれども、B は、AB 間での売買、これについて偽造した。で、登記をしてしまったという感じですね。ということで、B 名義の登記ですね。3にしてますが、4にしましょうかね。はい、登記を、まあ、L に至ったと。で、その後、4月の20日ですね。C に対して4000万で売買と。こっちは本当の売買ですね。これがなされております。で、C はその際、登記簿を見た。短期間のうちで手放しているのはおかしいと思って確認したところ、知らない人と契約を交わすのが嫌だという A の意向で一旦自分が所有権取得したと。なんか分かったような分からないような説明ですね。これがなされています。まあ、ここの説明が、なんか分かったような分からないようなというね、それがまあ受け止め方としては正しいね、感じかなという気がしますね。ふーん、そうなんだとしか言いようがないですよね。ふーん、そうなんだというね、もっともらしいといえばもっともらしくも聞こえますけれども、ほんまにそうなんかねというね、ちょっとクエスチョンマークがつくようなね、何とも言えない、まあ、説明をしております。はい。で、この後に登記が C のところまで行っちゃってしまってる。で、C が A に対して、引き渡し請求ね。まあ、これは AB 間、ABC 間、それぞれ、AC 間か。AC 間のところには契約関係ありませんので、債権的請求ではなくって、所有権に基づく返還請求というところがね、訴訟物だなということに変わっていきますね。所有権に基づく返還請求。もう僕手控えでね、自分が分かればいいので、書編としか書きませんけれどもね、訴訟物は所有権に基づく返還請求。ということは、まあ、要件としては C 所有と A 占有。これを言っていくということになりますね。で、C 所有というために、C としてはまずどう主張するかですね。C としてはどう主張するかですけれども、まあ、登記を見る限りは、こういう主張をしたいと思うはずですけれども、これがありませんね。AB 売買、BC 売買で C 所有というふうに言いたいんですけれども、AB 間に売買は偽造だったわけでありませんということで、まず A の反論としては、AB 売買を否認することになるだろうと。で、まあこれは当然認められそうだ。なので、この後 C の所有について次の主張ですよね。これを考えなきゃいけないということになります。はい。まずここね、承継取得の主張が認められないということを踏まえて、次の主張に入るというね、そこはきっちりとね、順番を間違えずに書いていってください。で、まあこうなったら登記を信頼してですから、もうこれですよね。94条2項類推のお話に、まあ当然入ってくるだろうということで、まあ皆さんお得意のね、要件ですね、お話ですが、まず直接適用できないことを踏まえた上で、94条2項の趣旨、権利外観法理ね、これを記載した上で3要件を出すというところまでは皆さんおそらくできると思います。で、ここから差がついてくるところですね。当てはめのところです。まずは虚偽の外観。これ虚偽という時にはちゃんと真実に反するということが、答案上現れている必要があります。今回のところ何が虚偽の外観だったかというと、B 名義の登記ですね。B 名義の登記がなぜ虚偽なんですかというと、本当は A 所有だからですよね。いいですかね。C が買った時点では、B 名義の登記があるけども A 所有だったということで、これで虚偽の登記というね、これが現れることになります。ここね、反真実というところをしっかりとね、出せるかどうかね、ここはちょっと当てはめで差がつくところだろうというふうにはまずはね、見ているところであります。はい、続いて、奇跡性と言われるところですが、奇跡性も当てはめも差が出るところで、ここは、虚偽の外観に対する意思的関与ですね。意思的な関与がね、直接的な意思的関与なのか、そうではないのか。そこがこの奇跡性のところのね、示すべきところでありまして、これは、まず、直接の意思的関与はありません。B 名義の登記について A が自らの意思で登記したとかそういう事情はありませんよね。あるいはその登記を黙認したという事情もありませんので、直接の意思的関与はないと。あるとしたら、
騙されて所有権の登記書類を渡してしまったというね、そこのところですよね。だから、まあ、とりあえずね、登記書類渡しちゃったですね、所有権登記必要書類、これの交付が、まあ、過失っちゃ過失ですね。で、ここでちょっとまあ判例との比較ができるといいんですけれども、平成18年に4月にね、この94条二項類推関係の判例が100選でも載っているところでありますけれども、あれはね、目の前で、その所有権登記に関係する資料とかがこう授受されててね、見たらわかるという、そんな感じだったんですが、そこまでも本件至ってないんですね。だからまあ判例の事案と比較しても、なお、A の規則性は小さいと。まあ、強くない。せいぜいこれは軽過失にとどまるかなという感じです。 A の過失としてはね、重過失まで言えるような事情はちょっとないかなと、まあ、そうなるとなおさらのこと第三者の保護要件ですね。第三者の保護要件については110条も加味するべきということが当然に必要になってくるだろうと、まあ、このあたりの、ね、思考がちゃんとこう論理的に、ね、順番にできていればいいんじゃないかなと思います。なので110類推しますので、第三者全員無過失が必要だというところまで、ね、ここで述べられることになるかなと思います。はい、まあ、この110条類推どこで書くかというところは、ね、結構まあ悩ましかったかもしれませんが、まあ、どこでもいいです。で、僕は、まあ、あの第三者の信頼要件のところで書くというふうにまあ自分で決めてましたけどね、なので、まあ、そこはまあ信頼要件のところで書いたらいいかなというふうに、まあ、皆さんも、ね、真似ていただいていいんじゃないかなと思いますが、はい、僕だったらこういう思考をたどります。ということで、善意無過失と言えるかどうか、はい、C、もちろん AB 売買偽造であるということについては善意は OK です。問題は過失ですね。で、この過失の認定、110条のところもね、まあ、あの110条直接的の時も一緒ではありますけれども、まずこれですね、あの不審事由があるかどうかというところが重要なポイントですね。不審事由があるならば調査義務が発生して、でそれによってその、ね、調査形態による過失、これが認められるという構造になりますんでね。で、今回のところどうなのかというと、不審事由が1個あるんですよね。登記記録を見ると短期間での売買ですね。短期間売買というね、これ不審事由の一つになるだろうと。で、それに対して対 B に確認はしてるとけれども、 B に確認でいいかどうかですね。まあ、ここはもう人によって差が出るところというか、まあ人によってね、結論に、まあ違いが出てきていいかなというところだとは僕は思ってますけれどもね、今回のところでいくと、まあ A に対して確認するべきなのにこれをしていないという点での過失があるというふうに言うのもできますし、まあ先ほども言いましたが、5番のね、この B の説明、分かったような分からんようなということでね、まあ差もありなんですね。まあそうかもしれないというふうなところでね、その B に対する確認一応してる点で、注意としては尽くしたとも言えるというふうな持ってき方でも結構なんで、これはもうどっちに転んでも僕はいいかなというふうには思ってます。これ B に対して確認したね、 A に対して確認しないのはおかしいというふうに言えるかどうかですけどね、A さんにまあ確認するというのももちろんね、答えとしてはありだと思いますけれども、まあ、AC 間直接何も関係があるわけではなく、ね、電話では聞くことも難しいでしょう。だからまあ書面で送ったりとかね、あるいは家に突撃したりとかですね、そんな感じで確認するしかないのかなというふうに思うんですけれども、まあ、そこまでの義務が、まあ、C にあったと言えるかどうか、まあ、これ人によって判断分かれるところだろうというふうに思います。どっちに書いていただいても大丈夫だなというふうには思ってます。はい。ということで、まあ、110条の類推適用ね、110条も含めたね、94条2項類推というところが書けたかどうかと。ここはもうどっちに転んでも結構です。まあ、B の説明いうのは、ちょっとね、その A が知らない人と契約交わすのが不安だというところで所有権取得というのは、ちょっとなんか変な気もすると。だってね、A がなんか嫌だったら、B が代理人で契約したらいいじゃんかとも言えるんでね。だから代理人による契約もできるのに、それをせずに自ら所有権取得したっていうね、わざわざね、そこはちょっとこう、不審といえば不審とね、そういうこともできますんで、そう不審だというふうになれば、対 A 確認するべきという方向にね、持っていただいていいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、まあ C の A に対する請求ですね。まあ最後のこの、無過失を認めるかどうかで、ね、結論分かれますけれども、まあ、A としては、ね、これは拒むことができるという結論に、ね、なる方が比較的多いかなと思ってます。これは要は善意無過失ではないでね、無過失ではないということで、
まあ、僕としては初見では有価質かなという、ね、気はしましたけれども、なので、まあ、拒むことができるという、ね、そういう結論にするのかなとは思います。はい、ということで問いの1括弧の1は以上でありまして、超基本的な問題です。でここでちょっと落としているようだね、なかなかちょっとこうシビアな、ね、結果になってしまうかなと思いますが、まあ、この94条2項類推で110条併用ですね、そこまでかけててようやく勝負ができるかなという、ね、そういうところかなという気はします。はい、一応そんなところで、ね、まあ、一応の水準といったら、まあね、90条2項類推がそれなりにちゃんと欠けてると、多分これで一応の水準になるとは思いますけれどもね、これは取りたい問題ですね、基本的なんでね。なので、110類推までちゃんと書いてることとか、あるいは虚偽の当てはめ丁寧にするとか、奇跡性の当てはめ丁寧にするとかね、過失の認定ですね、不審事由がこれが不審事由だとかね、ちゃんと示してるかどうかと、このあたりで大きくね、差がついてくるところかなとは思います。はい。さあ、その次の問いの2、1ですね。1、2の、1の括弧の2ですね。そちらの方に行きましょうか。1括弧の2の問題が、とりあえず問いとしては先に確認すると、D の C に対する、D への登記請求と、D の C に対する、A への登記請求というね、こんな問題にして、あれと思ってください。自分への請求するんじゃなくって、第三者への登記請求するという、これなんじゃいっていうね、そこのところが少しちょっとこうね、変わった問題だなというか、まああのね、ちょっともう請求の内容からすると、んというね、ちょっと引っかかり覚えていいかなと、ね、これちょっと訴訟物変わるかなというふうに思ってくださいね。訴訟物が請求内容が変わるんだろうなというふうにね、思ってください。はい、その上で、まあ問題自体が、1、2と、7から11を前提にと、ここのね、前提もちゃんとしっかりと確認しておいてくださいね。1、2、7から11だから、要は3から6は飛ばすと。さっき見ましたね。3から6ですけれども、何を飛ばすかっていうと、まあ、B が偽造して自分の登記にね、した上で、第三者に売却したというんではなくって、まあ、とりあえず売るのを依頼したというね、そこからの、まあ、お話でしかないということで、ちょっとね、1、2、もう一回書いた方がいいかな。A が登記を持っているよ。で、B に、売却の相談をした。で、抹消の依頼をした。というね、そんな話でありました。はい。登記抹消依頼ですね。これがなされたというね、そんな感じです。はい。で、7番ですね。そこを見ましょう。7番。令和2年の4月2日。A は、知人の D。から4000万で買い受けたいという申し出を受けて、時価相当だということで売却することを決めた。なので売却先探し回る必要はなくなったが、抹消登記は急いでくれというね、そんな話になりまして、はい、 D に対して売るというね、そんな感じになりました。で、これが2番、まあ令和2年の4月5日と書いてますので、まあそれを入れても結構ですが、4000万でD に売却と。で、登記は来月だけれども、金は先にっちゅうね、なんか、せこいなというか、おこがましいというかね、そういうところでありますが、はい、とりあえず、代金済みです。登記はまだ。ね、こんな感じですね。で、この時に名を書き、高土地 A が所有する唯一の目星財産ということで、ああ、と思ってください。無視力ですね。これを示すものでありますので、請求のどっかに、債権者代ないしは差害行為取り消しですね、これが入ってくるかもなというところをね、気づいておいてください。はい。でその後、2が令和2年の4月の8日、 B は A が売却した相手が金ちより恨みを抱いている D であるということで、まあ、B と D がどうもね、仲が悪いということがわかります。で3を阻止して D に損害を与えようということで、はい、自分に売ってくれという話で売っちゃいました。はい、ということで、令和2年の4月の8日ですね、今後継続的に支援するから2000万で売ってくれというね、そういう話で売っちゃったというようなところであります。はい。で、登記代金も済みで登記も済んだよね。はい、登記もこっちに行ってますが、はい、B のところがもう先ほどね、D を困らせようというね、そこから考えてどう考えても背信的悪意ですよね、これを推測させる事実であることは間違いないですね。はい、その上で、はい、AB は5月の8日に C に売却する契約を締結したということで4000万で売却、
この1ヶ月で B さんは2000万のね、差額を手に入れたということになりますけれども。はい。で、ここで C について移転登記が済んだよと。で、C について、契約さんの存在や A が十分な資力有しないことについて B から説明は受けていた。ということで、はい、契約さん、ちょっとすみません。この丸数字とね、ちょっと対応してませんけれども、契約さんって何かというと、AD 売買ですね。AD 売買と、A 無視力。これは知ってたと。こういう話ですね。で、害する意図については知らなかったということですね。はい。B の配信的悪意については知らなかったと。まあ、この辺がね、この事実として挙がっていまして、主観的要件が、まあ、結構ね、丁寧に書いてありますので、主観的な要件ね、丁寧に正確に当てはめですよね。これは差がついてくるところかなという気がします。はい。ということで、まあ、ここで問題が、D の C に対する請求の可否。ということで、まあ、まずは D としては自分に所有権を移してくれというのが、ま、本筋でしょうから、所有権に基づく、まあ、消灯期請求かな。抹消登記よりは移転登記かな、所有権基づく登記請求、はい、所有権基づく登記請求ですね、これをする、まあ、いわゆる妨害排除請求の意思ですね、妨害排除請求の意思として所有権基づく移転登記請求、これを一応 D から C にしていくというところがありまして、まず原告の請求原因ですね、 D 所有と C 名義の登記かな、これが一応要件になりますが、 D 所有というためにはA が D に売った AD 売買ですね。これをまずは示すことが必要になるでしょう。なので、まあこれね、答案の書き出しとしては、まあ D としては A から所有権を、A から売買によって所有権を取得したとして、登記を有する C に対する妨害排除請求として所有権基づく移転登記請求することが考えられると。まあこういう書き出しでね、進めてもらったらいいと思います。はい。で、これに対する C の反論。はい、C の反論として何が出てくるかというと、今回のところ登記が先に B や C の方に行ってますんでね、まあ登記関係の反論出てくるでしょう。はい、177条の反論ですね。で、今回の場合はもう所有権を先に、B や C が登記備えたことによる先立つ対抗要件組による所有権喪失の公弁ですね。正確に言うとこれが公弁になるのかなという感じはします。先立つ対抗要件組による所有権喪失、まあ、これを言うことになるのかなとは思います。はい、この主張ですよね。この177条の主張を、まあ、反論公弁名を、ね、正確に書けているかどうかというのはこのかなり、ね、加点ポイントになるのかなと思いますけれども、これを単に177条の、ね、なんか条文を示すだけだとちょっと、ね、一応の水準から大きく跳ねることはなかなか難しいかなという感じはします。で、さらにですが、ここはまあ、ね、私の入門講座を受けてた方には、ね、何のこっちゃないということになると思いますが、この177条の主張ですね、要件としては第三者プラス先立つ登記ではあるんですけれども、この第三者に当たる人が今回複数あります。C としては B のところでもう決着ついたという主張ね。B のところで先に登記備えたんだから、D はその時点で所有権喪失したという主張と、仮に B が無理でも C、自分が177条の第三者に当たるということで、2つのね、第三者の反論があり得ると。ここ気づけてるかどうかね。まあ、気づけてるというか、まあ、もう、入門講座の段階からこの辺意識してね、ちゃんと受けていかないといけないところではあるんですけれども、ここの第三者に当たるという主張は2人いるというところをね、ちゃんと書いておきたいところであります。で、ここで B はどうなのかというと、まあ、第三者の定義まず書きますでしょ。まあ、定義として、登記権決のね、主張する正当な利益を有するもので、配信的悪意者を除くというふうに考えたときに、B は、AD 売買知ってただけではなくって、D を積極的に害しようというね、意図をしてたのであるから、背信的と言えるということで、ここ背信的悪意両方認定するね、ちゃんと悪意であるプラス背信性というね、そこの要件を意識してね、ちゃんと書いておくといいですけれども、まあこれに当たるので、B が第三者に当たるから、所有権喪失という主張は認められないと。じゃあ C が言えるかどうかということで、ここちょっと典型論点ですね。配信的悪意者からの転得者を含むかというと、これは含みうると。転得者含みうるよね。
転読者自身が配信できなくてなければ OK だというところで、はい、C 自身は配信的悪意ではない。not 配信的悪意。なので C が第三者に当たるから、所有権喪失の公弁が認められるということに、ね、なってくるのかなと思います。はい、ここちょっと丁寧に分けて書けたかどうかがね、まずはちょっとね、一応の水準か良好かを分けるね、大きなポイントになるのかなという感じがします。もちろんこの177条の公弁名を正確に書けたかどうかね、そこのところもね、大きな差になるのかなという感じがします。はい、当然のことながら配信的悪意者排除論とかね、第三者の定義とかね、その辺の誰もが書けるところはもちろん書いてというね、そういう前提ではありますけれども、そこを書いた上でのね、この検討ができたかどうかというね、そこが大きなポイントでしょう。はい、ということで請求さんはこれ認められませんね、とりあえずこれ請求不可ね、これは不可ということで第2の次の主張ですね、 D の C に対する請求 A への移転登記ということで、はい、まず A への登記請求ってどういうふうな要件、要件とか主張かというと、条文としては424の6ですよね。差外行為の取り消しで債務者への返還を求めるというね、そういう主張ですので、条文の根拠としては424一本示すだけではちょっと足りなくてね、424-5-6ですね。今回転得者に対する差外行為取り消しなので、正確にはこうでしょうね。424-6-2(2)前段、転得者に対する差外行為取り消し請求で、行為の取り消しとともに転得者の取得者財産の返還請求するという、これですよね。これで A への返還請求をするということになるのかなと思います。で、その要件はといくと、転得者に対する差外行為取り消しだから424-5ですよね。これを示さんといかんですね。で、どんな要件がいるかというと、受益者に対する差外行為取り消しができて、かつ転得者のその差外行為取消の要件を満たすというね、そこがいるわけですね。から、まあ、まずは B との関係で差外行為取消を満たすと、プラス転得者が受益者から転得者から1号ですね、 C について1号、これが要件になってくると。どっから考えたかいうところもね、大きな差になるとは思います。訴訟物から考えなきゃいかんですね。訴訟物から考えていきますと、差外行為に基づくね、その財産の返還請求というところになってくるわけですので、で、しかも相手転得者ですよね。そうすると424-6の第2項ですね。そこから出発せんことにはいかんかなという感じはします。はい。で、それで要件が転得者ですので424-5ですね。債務者、受益者に対する差外行為取消しが認められる。で、かつ転得者自身が悪意であるというね、そこの点が要求されるということになります。はい。ということで、まあ、次、この後、B に対してのね、関係で424条が認められるかどうかというのを考えていただいたらいいかなというふうに思います。はい。どんどん行きましょうか。B に対する関係での差外行為取り消しということで、はい、ここですね。AB 売買、ここです。これが差外行為に当たるかどうかというところをね、述べていくことになっていきます。はい。今回のところ、まあ、424。はい、ここからまあ入っていただいていいのかなと思いますけれども、今回まあ時価よりもはるかに安い額なんでね、424-2は使わなくていいと思います。まあそこもね、ちょっとまあプラスで紹介していただいてもいいかなというところではありますけれどもね、一応2000万という対価ですね、これが支払われてはいるものの、相当対価じゃないので、424-2ではないというね、not424-2と、これは絶対入れといた方がいいと思いますね。で、その上で、差外行為424の要件ですね、これを網羅的に検討、はい、害することを知ってした行為ということで、ここね、客観的に差外行為であることと害する意思ですよね、そこにまずは2個分かれてくるということで、はい、今回は4000万の時価なのに2000万というね、その時価でやってることと、それから差外の意思ですね。はい、差外の意思については、ここは客観的な差外性強いものについては債務超過の認識で足りるというふうになりますので、債務超過の認識ですね、これがあれば足りるということで、はい、A について、しんどいということを知ってるわけですよね。 A の経済状態がしんどいことはね、ここは A は知ってると、十分な視力ないと。ちょっと字が潰れてしまって、見にくいですけども、十分な視力なし、これを知っていた
これで害する意思あり。で、結構です。ここね、差害行為に当たるかどうかについては、客観面、主観面、相関的に見るというね、そこの、まあ、一般論を説明できたらなおいいところではありますが、客観的に見て差害性強いです。時価を下回ってますんでね。なので、そうすると債務超過の認識で足りる。十分な視力なしを B は知っていた。なので、害することを知って下にこれ当たると。ということをね、まずは示しておきましょう。はい。さらに、はい、正し書きのところ、ここはもう被りますけれどもね、債権者害することを知っていたでしょうね。債務超過の認識があるから害することを知っていたということで、まあいいと思います。で、2項を財産権目的とする行為なので、2項も適用なし。から3項、債権者、行為前の原因に基づいて生じたものであるときに限りということで、これ、非保全債権の確認ですね。これがいりますね。で、非保全債権。はい、D の A に対する非保全債権が何かということ、これ、まだ D は、買い主ですんで、引き渡し請求権ですね。いわゆる、非金銭債権。まあ、特定物債権と言ってもいいですけれども。はい。3項の要件検討ですね。そこの中で、まあ、触れてもらったらいいですけれども、金銭債権じゃないもの、非金銭債権です。これを標準債権としていいかどうかですね。そこの確認はしといた方がいいでしょう。で、ここは非金銭債権でも将来的には金銭債権に転嫁しうると、将来の損害賠償請求権に転嫁しうるということをもってね、これは OK だと。はい、差害行為というね、この、丸の3売買ですかね、丸の3というかこの AB 間売買ですね。AB 売買の前に、確かに非保全債権としての引き渡し請求権ね、これは発生していると。で、この引き渡し請求権も将来的には金銭債権に転じるというところからね、ここの債務者の、財産の返還等ですね、それの、まあ、基礎付けられる非保全債権足りるというところをね、述べていただいたらいいのかなと思います。まあ、いわゆる特定物債権ですね、これを非保全債権とする差害行為の可否と言われる、まあ、典型論点ですね。まあ、そこで、まあ、1個で書いてもいいですよ。1個のところで書いても結構ですが、まあ、3個のところで書くというね、これも一つの方法かなとは思います。はい。ということで、あと、まあ、無視力要件も当然いります。隠れた要件ですが、無視力要件ですね。これも入れていく。はい。あとは4項の要件も特に問題ないので、とりあえず、差害行為 424B については認められるということになると思います。で、C はその後、転得者ですけれども、差害行為になることを知っていたですね。今回のところですね。はい。C は、AD 売買と A の無視力を知っていたということになりますんでね。はい。なので、これは424の5の1号ですかね。害することを知っていたに当たるということでいいのかなと思います。はい。ということで、ここも認められる。したがって、返還請求ですね。債務者への返還請求については認められるぞ。というね、そういう結論になるのかなと思います。はい。このあたりの説明ですね。条文をちゃんとね、しっかりと説明していくというところがね、必要なのかなと思いますが、まあ、条文の文言に一応網羅的に検討。で、その中で必要な解釈論を述べていくですね。特定物債権のお話は、まあ、1個のところでね、書いてももちろんいいですし、まあ、3個に絡めて書いても結構ですが、まあ、とにかくどっかではね、触れといてください。はい。ということで、424条関係も、それから請求認める、こっちは認められるかな。その上で、まあね、最後に、まあ、177条で負ける人が、差害行為で取り消し請求していいのかどうかというね、その問題意識、まあ、触れられたら、まあ、なおいいところではありますが、まあ、そこのところはね、知ってる人は知ってるというかね、典型論点でありますんで、ある程度ね、かけた人が多いのかなとは思います。はい。ということで、424条関係ね、そこのところは多分条文の指摘のね、丁寧さであるとか、あるいは要件の網羅性ですね。この辺でちょっとね、差が大きくついたんじゃないかなというふうに思います。はい。一応ここまでのところで、ちょっとね、僕の、オリジナルレジュメの方ですね、こちらの方をね、見ていただこうかなと思いますけれども、はい。レジュメ2ページかな、僕のレジュメの方でいくとね。はい。問いの位置関係についてね、どのあたりで一応の水準、どのあたりで良好というのはちょっと丁寧めにね、書いていますけれども、問いの位置についてはこれどちらも基本問題なんでね、できる限り、良好を目指す、とか良好になってほしいね、ところではあります。この一応の水準で単に94条2項類数かけてるだけでは、ちょっとね、一応の水準止まりということで、ちょっとね、今回の問いの位置にしてはもったいないです。で、できたら良好、ここまでね、まあ、僕が想定する良好ラインですけれども、訴訟物をちゃんと示す。で、それから、A の反論、承継職に対する否認と位置づける。から、110条の併用も必ず書く。から、不審事由、調査義務のところを丁寧に書くというね、このあたりでようやく一応の水準を超えて良好に行くかなというね、この話です。はい。で、問いの1括弧2についてのところでありますが、ちょっとここね、若干ちょっと言葉足らずになってますんで、書き足ししてもらえるといいんですが、請求維持について、
返還請求であることを踏まえて、C の反論として、ここですね。177条の主張の可否は、まあ、かけてるのはいいんですけども、ここ、これを分けて検討しているじゃなくて、これ分けてをちょっと消しといてください。すいません。ね、177条の可否をまずは書いてることですね。C 自身の177条の主張の可否、これを書いて検討していることですね。これがまずは必要かなと。で、もしかするとですけどもね、前主 B、これの177条の主張の可否も別途ね、前提としっかり書けてることも一応の数字に入るかもしれませんけれども、ちょっとここは受験生全体の出来次第かなというね、そういう感じはします。はい。問いの2については、差外行為取り消しの要件、一応検討できていればね、まあいいのかなと思うんですけれども、まあできたらここも問いたいところでありますね。要件網羅というところでおそらく良好に行くと思います。要件どっかでもちょっと落としてるとね、これ良好には絶対届かないと思いますので、ここね、424条については、要件きっちり網羅、それからまあ請求1との関係でいくと177条の公弁名から B の177と C の177をちゃんと意識的に分けてね、書いているかどうかと、まあ、この辺でおそらくね、良好に届くかどうかがまあ分かれてくるのかなという感じはしています。はい、ということで、まあ、すみません。ちょっとね、僕の、レジュメの方のね、ちょっとした、こう、誤植と言いますか、言葉足らずのところもね、説明しておきましたが、まあ、問いのうちで取れたかどうかでね、多分今回の民法でのね、得点が大きく分かれてくるかなというね、そんな気はします。はい、問いの2関係、問いの3関係ね、ちょっと入っていきたいと思います。はい、問いの2、今度はまあ、12から15、16、ね、ちょっと短めのお話でありますが、はい、問いの2、30点しかありませんけれども、はい、あいうの根拠プラス F 反論の逃避でプラス請求3とで5月分6月分これ分けるみたいな話がね、ここで問いとしては書いていますので、一応全部のね、要求に対しては答えていきましょう。はい。で、その後、12番からまず事実関係見ていきますけれども、令和3年3月 F、有する建物、落ち建物、これを、期間5年で G 日に対する契約を締結し、ということで、はい、F の G に対する賃貸借契約ですね。5年月30万、これをやったと。はい。令和3年3月ね、賃貸借契約から入っています。はい、その後 F が H から1000万の弁済益2年ごとする約定で借り受けて借入金債務 α を担保する目的で落ち建物を H に譲渡する契約を締結したというふうになっております。はい、譲渡担保ですね、いわゆるね。で、弁済期は2年後と書いてますね。2年後弁済期、丸弁ですね。弁済期。はい。譲渡担保に供したと。で、その際ですが、契約7においては、α の弁済期経過するまで、落ち建物の使用収益 F が行うということで、使用収益権 F に残すですね。そういう約定になっています。はい、弁済期経過まではというね、そんな感じですので、まあ要はいわゆる取り立て権限留保みたいな、そんなに近いですよね。とりあえずまあね、使用収益権限を F に残してというね、そういう約定になっています。はい、で登記は H に行ってます。その後、14番 F、G は F に対して契約録に基づく賃料を払っていたが、移転登記されていることを知り賃料を払わなくなったということで、令和5年5月不払い登記、これを理由にしてと。はい、さらにその後も弁済期しない、弁済期経過、アルファの弁済期経過が5月末やね、これ2年後やから令和5年の5月末かな、これを過ぎた後も、令和5年7月、はい、これを F が請求したですね。ということでちょっと F から G に対する請求もう一個書いておきますけれども、令和5年5月分の請求と令和5年6月分の賃料請求ですね、これをしています。
はい、賃貸借契約も届く請求だから、ね、基本的には賃貸借契約 FG 間あるから請求できそうな感じでありますので、問題はこの、ね、G の反論ですね。その後、建物が譲渡されたので F に対して払う必要がないというね。H に譲渡F に払う必要なしということで、まあこれは分かりやすいですね。賃貸人の地位の移転を主張しているということになりそうですね。まあ主張の根拠としては605-2(1)項、これですかね、605-2(1)項と、さらに賃貸人の地位の移転ですね、債務者への対抗要件である605-3もまあ入れといてもいいのかな。605-3、強引より移転できる。あとはまあ3項か。ごめんなさい。登記。登記もあるよっていうのも示しといてもいいかな。はい。まあこれは条文の結びつけとしてはこれでいいと思います。で、それに対する反論として F。はい。どう言ってるかというと、H の登記がされているが、これは契約7に基づく、つまり譲渡担保だと。で、賃貸人の地位の移転、生ずる効果のあるべき譲渡には当たらないと。まあ、これも条文の文言でいくと、605-2(2)の譲渡に当たらずやね。こういう主張として構成したらいいですね。はい、文言として605-2(1)項の譲渡に当たらないというね。そう書いたらいいですね。はい、否認です。で、さらに仮にそんな譲渡があったとしても、使用収益する旨の権限、合意ですね。これがあるから、賃貸人の地位は留保されていると。いうことで、留保されているという主張は、605-2(2)項ですね。まあ、これの主張だろうというね。そんな感じです。はい。ということで、とりあえずまず主張の根拠を説明した上で、ということで、主張の根拠もそれぞれもここでもう決まった感じですね。いいですかね。請求ね。主張の根拠としては、まあ、まず、あの主張の根拠は605-2(1)項、3項だろう。から、いの根拠としては、譲渡に当たらないというね、2項、605-2(1)項の、まあ、否認。から、まあ、うについては605-2(2)項の主張であるというところがね、まずは正確に示せるかどうかは、まあ、もちろんね、前提になるでしょう。はい。その上で、その後見ていくと、16、請求3の時点で、担保の実行も第三者の処分もしていないということで、はい。弁済期は経過してはいるものの、はい。ここで書いてる16の事実は、要は、譲渡担保はまだ未実行だということですよね。譲渡担保はまだ未実行だよ。この状態で、使用収益権限、F の使用収益権限が消えていいのかどうかですね。どうもここが、まあ、鍵になりそうなね、もの、事実になるのかなという感じはします。さあ、そういうことで、今回の問題検討ね、あとかいとかうね、この辺もね、条文を示すようなそんなに難しくはないかなと思いますけれども、はい、まあ、とりあえず条文の文言でいくと、H に譲渡がされている、F に払う必要がないというのは605-2(1)項の、譲渡、これに譲渡担保が含まれる。で、なおかつですね、第三者、債務者対抗権を備えているというね、こういう主張であると。はい。それに対して、譲渡ですね、これが、譲渡に当たらないというね、この主張というのは、これは何かっていうと、まあ、ここはちょっと一工夫入ります。605-2(2)の譲渡に当たらないというためには、所有権移転の効果は生じないんだみたいなね、担保的構成の主張というのがまず一つね、望ましいところかなとは気がしますね。譲渡担保というのはあくまでもね、留保する。所有権を、まあ、移転は形上するけれども、実質的には担保に過ぎないんだと。なので、その実行があって初めて譲渡に当たるとかね、そういう主張として構成してもらったらね、いいんじゃないかなという気はしています。はい。で、仮に、譲渡に当たるとしてもとか、これはまあ確かに判例は所有権的構成だからね。なので、まあこの意の主張は、判例は所有権的構成。ゆえ、意は、ペケというふうにした方がまあいいのかなと気がしますけどね。で、仮に所有権的構成だとしても、ね、留保の合意があったという605-2(2)項ですかね。はい、ちょっとここはしっかりと条文見とかなきゃいかんかなというところで、はい、不動産の譲渡人及び譲受人が賃貸に至る地位を譲渡人に留保する旨、及びその不動産の譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、
移転しないと。はい、名目上これに文言からビタッと当たるかっちゅうと何とも言えませんけれどもね。ただ使用収益権限 F に残す、所有権は移転しつつ使用収益権限残すというのは、別の見方をすれば H が F に貸し付けて、で F からね賃貸の地位として G ね、貸し付けると、賃貸の地位の状態でね貸すということを合意したということになるので、まあ、ここの F の使用収益権限残すという合意自体が、まあ、留保の合意であるというのは、これは言ってもいいかもしれませんね。文言上確かに明確にね、この留保する合意とか、あるいは譲渡する、賃貸する合意、文言のね、2項の中で書いてある、留保する旨から賃貸する旨、この2つですね、それに当たるような文言としては、明確には合意はされてないけれども、使用収益権限を F に残すということは、これは H が所有者、で F が賃貸人として以後も貸し続けるということを合意したものであるので、見方を変えればこの605-2-2項、この2つの合意があるというふうに言っても差し支えないかなという感じはしてきます。はい、まあ、ちょっとここは悩みを見せるといいですね。確かに形式的にはそういう明確な合意はないと。しかしながら F、H 間の合意では使用収益権が残すということなので、これ実質的に見たら賃貸人の地位を留保し、でかつ所有者H が F に賃貸するというね、そういう旨の合意とも取ることができる。なので、まあ、認められるというね、そういうことをちょっとこうね、悩みを見せていただいたらいいかなと思います。はい。そういうことで、まあ、賃貸人の地位の留保、これはあったというところになりますので、そうすると、F の請求が認められるかどうかですね。5月分は OK でしょう。6月分はというと、これは、弁済期経過後になりますね。弁済期経過後にはなります。だから合意によると使用収益権限 F にはなくなったとも取れますけれども、悩ましいのは未実行だということです。ここも踏まえて最後結論出したいですね。譲渡担保の実行はまだしてないということは、使用収益権限そのままにしているという、そういう見方ができます。使用収益権限別に移動させるというね、H からの意思表示があったわけではないと。H としては従前通りというね、そういう対応を取っていますんで、なので未実行だ。ということはまだ、F にあり、ということもできなくはないです。ただまあ、G としては心配なのであれば、供託したらいいです。ね、債権者がどっちかわからんということなんで、まあね、G としてはね、払うのが嫌だったら供託したらいいというところではありますんで、払わないというのは、それはちょっとないかなという感じはします。まあ、とりあえず F にありということで請求できるというふうに書いてもらってもいいかなとは思いますし、逆に未実行でも使用収益権限はなくなるというふうに考えて契約通りね、これはもう F には使用収益権限なし。したがって F は5月分だけ請求できると。これでも結構です。はい。ということで、まあ、これはどちらもね、答えとしてはあり得るかなというふうに思います。はい、この問いの2の一つのポイントになってくるところは、おそらくですけれども、条文の文言に絡められたかどうか、いいですかね、条文の文言絡められたかどうかから担保的構成についての言及をしたかどうかも、まあちょっとね、3プラスになるかなと思いますし、あとうのところですね、条文上明確にはね、この2項の文言通りの合意があるわけではないというところをね、踏まえて悩みを見せると。まあ、ここまでしてれば一応の水準は軽く超えてるだろうという感じはしますね。はい。あとは、ま、条文ちゃんとね、拾えたかどうかです。本当にね、条文ちゃんと拾って、説明できたかどうかで大きくね、差がつくのかなという気がします。はい。さあ、問いの3関係入っていきましょうか。はい。問いの3がまたさらに主張の根拠のお話でありまして、絵の根拠。で、M の反論。で、請求4の可否と、これを考えていきます。はい。で、人間関係図がちょっとややこしくなりそうですが、K さんがいますと。別荘と敷地、これを所有していたということで、まあ平不動産ですね。まあこんな感じにしておきましょうか。で、K には子 L がいたが、ということで人間関係図どうも相続関係図ですね。これを書かなきゃいけなさそうです。で、姪の M を可愛がっていたということで、姪ということなんで、兄弟の子ですね。これがまあ一応ね、姪という関係になりますね。
で、令和6年1月17日に M との間で、K が死亡した時には、兵不動産を M に与える旨の贈与契約、これを書面で締結したと。はい、いうことで、ここは何ですかっちゅうと、令和6年1月17日ですけれども、いわゆる死因贈与ですね。で、死因贈与については、まあ、条文ね、食っていただいたら分かりますけれども、遺贈の条文を使うというね、そういうふうになってますね。まあ、遺言による財産処分である遺贈ですよね。それと同様の、まあ、一応規定を使うという、そんな感じになります。はい。続けて、令和8年頃から仲が悪くなり、で、どうなったかというと、N 県に遺贈する旨の自筆証書遺言を作り、L と N 県に伝えたというね、そんな話になっております。これが令和8年10月1日ですけれども、遺贈ですね。こっちは完全に遺贈です。死因贈与ではなくて遺贈と。はい、これをしております。で、K は、令和9年の5月1日に死亡と。で、相続人唯一、L。はい。ということで、まあ、これまあずっとね、私、過去問とかの説明するときにやってますけども、偶数年度は基本的に相続の問題出るぞというふうに言ってるところでありまして、まさにね、ドンピシャでこれで、相続の問題出たなという感じはあります。はい。今回のところ、名義人はまだ K ですよ。で、令和9年の8月、M が L に対して、ここですね、M が L に対して、契約8に基づく登記請求ですね。で、それに対して L は、契約8、その後遺贈する遺言したことによって撤回されたはずと。ということで、8が撤回されたと言えるかどうかと。はい。ということで、まあ、これはもう、親族相続の、まあ、択一の知識があれば、条文にたどり着くことは全然できるだろうというね、そういうところでありますけれども、はい。とりあえず、まず8の主張の根拠なんですけれども、ここ、出発点は、死因贈与というところから出発してください。死因贈与ですので、550条前後ですね、条文探していただきます。で、554かな。今回ね、死因贈与。死亡によって効力生ずる贈与、これに当たりますんで、遺贈の規定を順用する。で、遺贈の規定ですから、遺言以下ですよね。その規定の中に、1022かな。遺言の撤回。これがあるんですが、今回撤回そのものはありませんけれども、1023条の1項ですね。遺言、前の遺言、後ろの遺言と抵触するときは抵触する部分について撤回したものとみなすということで、はい、ここの前の遺言のところが死因贈与を含むという、そう見ていただいたりですね。前の遺言のところが、まあこれ死因贈与を含んで考えると。で、後ろの遺言と抵触に当たると。主張の根拠としてはそういうことですね。抵触に当たると。なので撤回されたというね、そういう扱いということになると。はい、ということで、まあこれがまずは、主張の根拠です。で、M の反論、これに何があるか。ということで、あんまりここは時間もないので、いろいろと頭巡らしたと思いますけれどもね、時間の限りでまあ考えていくという限界がありますけども、今回のところまだ登記がまだだっちゅうのがヒントではありましてね、登記がまだだっちゅうのはうまく使えるかどうかです。はい、登記は今のところ、K のところに留まってます。死因贈与がなされた後に、遺贈もなされてますけれども、どちらも登記を必要とする物件変動行為であると。登記が未了であるからまだ抵触してないと。要はこれ二重譲渡類似の関係になってるだけですよね。いいですかね。登記がまだなわけですから、登記未了。両立しうる対抗関係だと。なので、一つまあ、考えるのは、遺贈しただけで、ね、まだ、登記してない以上は、抵触にまで当たらないというふうな反論があってもいいかもしれません。あるいは、登記が未了である以上は、
撤回はまだ完了してないというふうな言い方になるのかね。まあ、その辺はまあ、登記未了だとかいうところを、まあ、使った主張をなんかこうね、ひねり出すというところしかまあないのかなという感じはしますが。はい。とりあえずまあ、ここが現場で思いつくギリギリです。これまあ、何かというと、1023の文言に対する否認ですよね。反論としてね。定職に当たらないというね、そういう否認。なんで否認、こんな否認が可能か。まあ、対抗関係に過ぎないからみたいな、そんなのがまあ、現場で思いついたらいいかなと。で、それ以外まあ、いろいろとね、法律構成あるとは思いますね。おそらく正解数字になりそうなところは、ね、この後法務省とかでね、出してくるんだろうと思いますけれども、現場で思いつくかどうかというところが大事なわけでね、現場で思いつく限りでいくと、条文にかじりつくしかないっす。条文にかじりついて、たどり着ける条文ですよね。そこの中でまあ説明していくぐらいしかまあギリギリね、時間もないし、で、最後の問題20点しすぎないんでね、ここのところでね、多少失点したとしても合否には影響しないというところであるかと思います。はい。で、あとはまあ最後ね、認められるかどうかの結論だけ入れといてください。ね、請求4。ここについては、まあ、僕的にはこれはもう定職に当たるでいいのかなという気がしますけどね、物件、基本的には一物一件主義ということになりますんでね、ここの遺贈がされたということは前の死因贈与はね、これはしないという遺言者の意思ですね、ここまあその何だろうかな、遺言に関するね、制度でありますので、その亡くなった方ですね、非相続人の最終意思ですね、それをやっぱり考慮するべきだと。で、非相続人の最終意思からすると、まあこれはもう関係悪化していることね、それからまあね、死因贈与とはやっぱり法的には両立しがたいね、遺贈いうのをね、やってるということからすると撤回したものと考えるのが遺言者の意思に合致するだろうということで、遺言者の意思を最後持ち出してね、請求は認められないですね、そちらの方に持っていただいたらいいのかなとは思います。はい。ということで、まあ、今回のところですね、最後のところは、まあ、20点しかないので、ここで時間使っても仕方がないというね、そこでまあね、20点に過ぎないと思えたかどうかですね、多分最後のね、反論は、なんだろうというね、なった方が結構多いのかなという気がしますけれども、まあ、それほど差がつくところじゃないっすね、設問3の20点の中の、さらに3つ設問がある中のね、1つですので、なので、まあ、それほど大きくね、差が出るところじゃないかなと、まあ、何らかの形でね、かけてればもう十分ね、かけてなかったとしても、それほど合否には影響しないかなというね、そういう問題です。はい。まあ、問題ね、難しい問題出たときに、どういう心境で、問題検討するかというのも結構大事でね、難しい問題出たときは、みんな困ってるんでね、みんな困ってるんで、普段通りにやろうと、で、条文にかじりつこうとか、当事者の意思にガチ、ね、その依拠しようとか、そんな感じでやっていただいたらね、そんなに沈むことにはならないかなというふうに思っています。はい。ということで、まあ、民法ちょっとね、問いの2と問いの3が若干ちょっとね、難しめの問題ではありましたけれども、おそらく設問1ですね、ここで合否が決まります。ね、設問1のところでちゃんと取れてるかどうか、いうところをね、振り返っていただけたらいいかなというふうに思います。さあ、回答例一応ね、6ページ以下、出てますけれども、ちょっとまあ、直した方がいいかなというかね、ちょっとここは、んというところがね、個人的に何箇所かありますね。ちょっとね、そこだけコメント入れておきます。まあ、十分な一応の水準はね、一応の水準は多分あるだろうと思いますけれども、6ページの一番下。はい。6ページの一番下の枠なんですけれども、カタカナのイですよね。ここのところ、虚偽の外観の当てはめしてますけれども、無権利者である B に、公土地の所有権に登記がされており、まあ、虚偽の外観と言ってますけどもね、真実は A 所有というのを入れといた方がより丁寧ですよね。真実 A 所有なのに B 名義の登記があるからというね、そういう書き方の方が、まあ、一般的にこれね、虚偽の当てはめするときはそういう当てはめを意識しておいてください。詐欺罪の認定するときもね、真実はこれこれなのに、これこれだと持ちかけとかね、そういうふうにちゃんとね、虚偽に関する当てはめね、反真実、どこが真実に反するのかというところをね、ちゃんと示すようにしておくといいと思います。はい。で、さらに、うのところですね。ここもちょっとね、奇跡性がちょっとふわっとしちゃってるんですね。意思的関与というところのね、キーワードを入れていただく方がよりいいかなという気がしますけれどもね、うのところ、B に登記に必要だと言われて、ね、まあ、所有権に必要と言われて、所有権登記、交付してしまってる。これで奇跡性と。どういう奇跡性かですね。ここもう少し書けるはずです。その、虚偽の外観そのものへの直接の意思的関与はない。けれども、それを作出したことについてのね、過失的な感じでのね、関与があるというふうに、ちょっとここはもう少し丁寧にね、書いてもいいのかなという感じはするところです。から、絵のところ、ちょっと多分これ誤植だと思いますけども、絵の3行目、本件において A は B に所有権移転登記を依頼したに過ぎないだけ。これ多分抹消登記ですね。抹消登記を依頼したに過ぎないをちょっと書き間違えたかなというね、そんな感じです。なので、まあ、ここはそうですね、直しておいてもらう方がいいでしょう。はい。あとは7ページに行きますけれども、まあ、問いの1括弧の2についてはね、もう1ランク上げれるかなと思いますね。問いの2括弧1については、括弧の2、
1括弧の2です。1括弧の2、C は177第3子にあたり所有権登記有していることから所有権あると言えないかと書いてますが、正確に所有権、先立つ対抗要件組による所有権喪失の公弁というね、正確に公弁名書くという方がもっと手になるはずなんでね。でさらにその下のところもね、 B がまず第3者に当たるか否かの検討ね、それと C が当たるかどうかの検討いうのをね、ちょっと意識的にまあ書いてるのか分けてるのかどうなのか微妙な感じではありますけども、まあ一応それなりに書けてますね。ただまあ明確にやろうとすると、まずは B が177の第三者に当たるという主張についてはどうか、からその次に C が177の第三者に当たるという主張は次はどうかというのをね、ちょっとこう意識的にね、書いてもらえるといいんじゃないかなという気がしております。あと424条のその請求3ですね、うんという感じは個人的にしておりますけども、はい、8ページ、はい、8ページ括弧の4、ちょっとここはクエスチョンマーク入れといてもらった方がいいと思いますね。以上より要件満たすことから D は差外声取消権行使できるというふうに書いてますけれどもね、いや差外声取行使できるんですよ。できるのになんかその後請求認められないという方向持っていってね、よくわからないです。なので、行使で、差外声取消権行使できるよって請求認められるで結構です。なので、なんかよくわからないね、しかし以下はちょっとあまりね、よくわからんこと書いてありますんで、ここはちょっと違うかなとね、いうことで、括弧でくくっとってもらっていいんじゃないかなと気がします。はい。ということで、まあ、あとはまあね、それなりに欠けてるかなというね、気がしますので、まあ、参考にしといてください。ね、とりあえず、まあ、可燃度の合格者の方がね、作ったものなので、まあ、一応信用はできるね、そういう内容だろうというふうに思います。はい。さあ、商法の第一問ですね、そこまでやって休憩ということにしましょう。はい。短い第二問、まあ、商法の方ですね、こちらに入って、前半ですね、質問1までね、終わらそうかなと思います。はい。質問2、商法の問題。はい。配点がやっぱり、前の方が重ための配点になっておりましてね。ただまあ最後が先ほどの民法と違って30ありますんでね。それなりに質問さんに時間を残すというね、その辺があります。まあ35、35、30っていうのがね、一番こう時間配分でミスりやすいところがありますんで、むしろこの35、35、30ね、頭が35、35、ほぼ一緒という、そういう風に思ってください。で、ほぼ一緒の配点で、人間ってどうしてもね、最初の方に時間を使いすぎてしまう傾向があるので、こういう、まあ、時間、配点になっている時の注意点としてはね、前の方をさっくりというね、そういう意識持っとった方がいいです。ね、前の方で重たくなりがちなんでね、前をさっくりというね、そういう意識を持って問題検討するという風にしていただくとよりいいと思います。はい。ということで、問いの1が35、から問いの2が35、で、問いの3が30というね、3つありますけれども、はい。まずは問いの1確認していきますと、なかなか珍しい感じの問題ですね。例は一連の経緯により取締役の地位を失ったことは実質的な解任で損害賠償を請求を追求したいと。で、例の立場で考えられる法律構成と損害に関する主張と当否について論じなさい。ということで、なんだか匂いとしては実質的な解任という書き方しているところからして、なんか現場思考っぽいというところがすごく感じるところですね。だからなお一層時間使いすぎないが大事です。いいですかね。ここのところかなり実質的なということなんでね、当てはめやろうと思えばいくらでも複雑にできるのかなと思うんですけれども、あんまり時間使いすぎたらダメよと。で、これ損害賠償請求が解任に基づくものなので、3392コード、これはもう一発でね、条文引けるようにはしておいてください。で、あとはその解任に当たると言えるかどうか、で、損害に関する主張とその逃避ですね。もちろん解任、された上で正当な理由ですよね。これも要件ですので、ね、正当な理由がないこと、これも要件ですので、そこも含めてね、ちゃんと要件検討しましょう。はい。で、この中で、召集手続き議事は適法ということで、まあ、取り消し自由はないというね、そういうことを前提にします。はい。次の35点。はい。これも見ましょう。少数株主である J が、株主代表訴訟だから847と入れておきますが、G に対して本件事業譲渡と提携する旨の判断をして実行したという一連の件について、損害賠償責任、これを追及しようとしている。で、J の立場で考えられる主張、損害も含む、逃避について論じなさい。というね。そういうことで、まあ、847条の適法定規制はまあいいとして、ね。とりあえずまあ、メインは損害賠償ですから、423かなという意識をね、持ってもらったらいいですね。はい。続けて、最後。低銀行が母社に対して、お通社の残債務の弁済請求できるかと、何を聞いてるのかよくわからないね。この問いの3については、ん?一瞬何を聞いてるかよくわからんなというね、感じがしますけれども、定が、母社に対して請求できるかです。で、お通社の残債務があるそうなんですけれども、
これを母に請求できるかというね、図を書くとこういう感じです。いいですかね。丁の乙に対する残債務があって、それを母に請求できるかというね、なんだろうこれはというところで、ちょっと一瞬ね、何を考えるのかがまあ見えてきにくいところはありますので、一旦後に置いとこうと。でも30点ありますんで結構あります。はい。とりあえず問いの1だけ、前半やってしまいましょうか。はい。問いの1。まあ人間関係図といいますか、まあ会社法ですので、とりあえず、機関構成ですね。このあたりもしっかりと書いていきましょう。はい。まずは後者に関するお話ですが、平成10年設立でドラッグストアを営む公開会社ではない取締役会設置会社ということで、非公開会社と。で、乙社も出てきまして、こちらは医薬品の、化粧品とか、日用品の企画製造販売業務を営む公開ではない取締役会設置会社と。はい。ということで、まあ、どちらも非公開会社という前提です。で、後者と乙社の間に資本関係なしだから、まあ、株主のね、株の持ち合いとかはしてませんと。けれども、下記さんの通り、取締役のうち1名が乙社出身である他は、兼任等の人的関係もない。ということで、まあ、これらについてね、兼任等がないというところから、まず、頭ね、想像しないといけないのは、あ、利益相反とかは考えなくていいと。そういうことです。ね、役員の兼任があれば、利益相反ね、これを検討することになるんですけれども、今回、まあ、利益相反なしだな、というふうに判断してください。はい、続けて乙社。後者から、後者が経営する店舗で販売する商品の製造委託を受けている。はい。で、おつ社の総売上、売上総利益の 50% ということで、結構な主要取引先というかね、かなりメインに近いですね。まあ、メインというかメインですよね、まさにね。50%。はい。まあ、おつの 50% という、ちょっとね、ざくっとした書き方になりますが、まあ、総利益、売上総利益ですね。はい。売上総利益の 50% と。はい。で、オツ社の製造する製品。これには、オツの名称が入った登録商標 P が使用されていると。はい。ということで。どういう図を書いていいかわからないですけども、とりあえずはまあ、オツですね。オツというね、その社名の入った登録商標 P ですね。これがどうも使われていると。はい。で、次、後者。創立以来、A の親族、乙社出身、これを中心取締役が構成されて、令和3年4月の時点では、大取 A。で、取締役としては B、C、D、E。はい、このあたりが、選任されていたと。なんですが、ちょっと人間関係図もなんかね、ちょっと書いておいた方が良さそうな感じですよね。A の弟が B。長女が C。で、D と E は外部と。こんな感じですね。で、取締役任期については当初2年とされてたけども、平成22年に10年に変更されてというね、そんな感じになっておりますね。平成22年から10年任期と。結構長いですね。長いというか、まあ、非公開会社だったら普通かな。非公開会社ではね、結構普通にあるところではあります。けれども、乙社出身のものについては、まあ、ずっと4年退任が慣例と。はい、4年が慣例になっていました。で、さらに株主。A が4万株、BC がそれぞれ2万株ということで、親族で8万株持たれているという感じになりますね。で、他2万は従業員。ということで、はい。実質的にはまあ A 一族ですね。これによるまあ会社という感じになります。で、4番。D は大学卒業して35年、乙社で勤務し57歳。A、後者の取締役になるよう誘われた。で、その際、A は D に対し、4年ごと交代を勧めしていた。で、就業規則定年60歳。ね、A に対し、61まで勤めた方がより長く安定収入を得られるのを引き受けますと述べて、A の誘いに応じたと。長いですけれどもね、なんかこう、A と D の間で、話があってね、4年、61までと。いうのが、両者の暗黙の了解。こんな感じになってますね。で、オツ社を退職し、6月20日に、まあ一応このね、D は、後者の取締役に選任されたというね、こんな感じになっております。まあこれは平成30年ですね。
平成30年からということなんで、31、2、3、4やから、まあ、令和4年ですね。令和4年の、まあ、一応、6月までかな。これがとりあえずね、任期ということに、慣例上はなるという感じになります。はい。で、令和2年になって、A が D に対して、2年にしよう。あ、大丈夫、2年になった。取締役から2年になるよ。で、後任を探してほしいところ、ね、まだ探すつもりがないなどと言ったと。いうことで、ちょっとこの辺でまた A と D なのですれ違いのようなね、事情が出てきます。はい。令和2年。3月。はい。A、後任を、まだ探すつもりはない。ね。で、さらにその後。はい。東北、事業の拡大。で、これについて A、B、C。ね。これは、やろうと思ってたんだけども、D が反対。ということで A と D の間の隙間風ですね、これが生じているという状況が出てきています。はい。さらにその後、令和2年の4月になって1年短くしたい、緊張感持たせたい、次の総会その際に定款変更したいということを言い出します。この次の月ですね、まさにね、1年に。その理由いうのは、新任得る機会を多くして緊張感を持たせたいと。はい、そんなことを、まあ、A は言い出しますが、これよくよく考えてみてください。10万株のうちの8万株は ABC が持ってるでしょ。で、その ABC は取締役も兼務してるんでしょ。から ABC からすると、まあ ABC の中で仲間割れが起きない限りは取締役の地位というのは安泰なわけですよね。これに対して外部の人間である D とか E、これは ABC の意向に逆らうと首を切られるという、そういう立場になるわけですよ。そういう意味でこの信任得たい、信任得る機会を多くしとか緊張感を持たせたいと、これですね。これ DE にしか当たらないっていう感じなんですよね。ここがまあ見破れて当てはめで使えるとね、非常にこう良かったんかなという感じがしますけれども、この緊張感を持たせたいちゅうんだけれども、DE しか当てはまらないんじゃないのと。だって ABC は仲間内だもんということでね、その辺がちょっとここの、まあ結構ね、当てはめの充実度の中ではね、差がつけられるとこだったかもしれません。はい、その後ですけれども、D はやっぱり俺を追い出すつもりだという疑心暗鬼になって反対した。しかしながら賛成によって結局定款変更と、それから ABCDE 選任、これが決まったという感じになっております。はい、ということで、定款変更、プラス、ABCDE 選任と。で、ここもまあ隠れたところでありますが、この形上取締役会決議においては D や E も再任するというね、そういう前提での会社提案と、これがされているというね、そういう感じです。はい。まあ、これ、条文番号を別に入れても入れなくてもいいですが、取締役会設置会社では、株の総会ね、議題決めるときにね、取締役会決議で決めていくというね、そういう感じですので、まあ、今回取締役会決議としてはこういう内容をやったという感じになります。はい。で、令和2年6月の開催なんですけれども、はい。D 選任議案は、否決されたと。A ら反対。まあ、D から見たら、当初から仕組んどったやろというふうに言いたくなるね、事情の一つではありますけれども、会社提案にもかかわらず、否決されたというね。で、その会社提案に A、B、C は賛成してたはずなのにね、その後、総会のところでの議決権行使においては反対したというね、そういうところでね、その ABC の、まあなんていうかな、手のひら返しですよね。このあたりがすごくね、見えてくれるところにはなります。取締役会決議の際には賛成してたはずなのにね、総会の場では反対したというところがね、ちょっと言えるところであります。さあ、それを踏まえて問いの1ですね、実質的解任である損害賠償責任追及したいということで、はい、まあ D から後者に対しての請求ですかね。
339の2項を使いたいところでありますが、解任ではないのでね、実質解任イコール類推ですよね。類推適用で書いた方がいいかなという気は個人的にはしてます。直接的にはだって解任じゃないもん、選任ね、しなかったというだけだからね、形式上は解任ではないのでね、なので類推適用の方がいいかなという気はします。はい、まあ、類推適用しますので、339項の趣旨ですよね、これを踏まえて、その趣旨が妥当するときにはね、実質解任と言えるときにも類推するべきだと、まあ、いうふうに言っていただいたらいいと思いますね。はい、まあ、339項の趣旨ね、これはまあ取締役に対するね、その選で、選任ですね。これは株主総会がね、いつでもできる。ね、株主総会の自由な選任権、解任権、これを保障しつつ、取締役の地位継続への期待、これを保障しようとするものであると。で、これが実質解任と言えるときには、このね、332項の趣旨が妥当するので、損害賠償請求ね、認めるべきであるというふうになるんでしょうね。はい。で、その上で、はい。今回まず解任と言える事情があるかどうか。から、正当理由。なしと言えるかどうか、それと損害と因果関係、これ分けてね、やっぱり検討しておいた方がいいかなと思います。で、今回問題文が7までね、これ非常に長い問題です。説問1だけでね、説問1だけで7番まで、ありましたんで、ここ当てはめに使える事実がたくさんあるというね、そういう感じになります。で、これ実質解任に当たるのかどうかから正当理由なしに当たるのかどうなのかね、ここは要件もまあなんていうかな、結構微妙なところでありますので、両方向を書くということを意識しておいてください。一方方向だけで書くんじゃなくてね、確かにしかしという形で、解任を肯定する方向、否定する方向、正当理由を肯定する方向、否定する方向ね、両方向必ず事情があるはずなんで、その両方向をちゃんと拾うということをね、やっとくと一応の水準を超えて良好に近づくというね、そんな感じです。とりあえずまあこういうね、要件曖昧なところで行く場合は全科目共通ですけれども、両方向を書くというね、それ意識しておくとなおいいかなとは思います。はい。ということで、まあ、今回、解任に当たりそうな事情があるかどうかというところでいくと、まあ、ここは、まあ、慣例と、プラス、AD 間の会話ですよね。いいですかね。61歳までとかね、4年でとかね、その話をして、で、かつその慣例もあったということなんで、まずはね、4年の任期が保証されていたはずと。で、これを、転換変更して短くしたわけですね。で、プラス選任せずと、会社提案なのに、まあ、このあたりの事情が解任に当たるというね、まず柱になる事情かなという気がします。はい、4年の慣例から61歳までという AD 間の会話、それから定款変更で、まあ、急遽短くし、で、会社提案なのに選任しなかったということで事実上解任に等しいと、意に反したね、その取締役の地位の追い出し、ね、それが、まあ、一応認められるというふうになるのかなと思いますが、はい、とりあえず少なくともこれぐらいの事情はね、拾いといた方がいいかなと思います。ただまあ、時間の兼ねがあるので、反対方向の事情は余力があればというね、そういう感じでいいと思います。余力があれば反対方向の事情も一応検討して言及するというのが望ましいのかなとは思いますけれども、はい。まあ、ここのところプラスアルファでいくと、任期を短くする必要性ですよね。これかけるところです。任期を短くする、緊張感を持たせると書いてありますけれども、これ ABC には妥当しないんですよね。いいですかね。ABC には妥当しない。だって、彼ら株主でもあるのでね、支配株主でもあるので、ABC にはそのね、緊張感を持たせるというのは当たらず、もう意図的に D や E を狙い撃ちにしたような定款変更であると。なので、実質的に解任と言い得るというね、それを基礎付け得る事情になってきます。はい。さらにはこれ、反対の翌月か。これも、意趣返しというのをね、推測させる事情ですよね。かねてから先代の夢でもあった東北への進出というのをね、その反対したことに対する当てつけのようなね、その翌月の対応でもあると。これもやっぱ解任、実質解任を基礎付け得る事情ということで、まあ追加していただいてももちろんいいかなという感じはしますね。はい。
ということで、まあ、この辺ね、充実させようと思えば、いくらでも充実させられるところであるんですが、書きすぎ注意なんでね、このと問いのうちのところは若干書きすぎ注意というね、そういうところが、まあ、意識としては持っておいた方がいいかなと。まあ、柱となる事情は最低限ね、慣例、会話、短くする必要性がどうかな、会社提案なのに選任しなかったってね、このあたりは少なくとも解任期続ける事情として、絶対に拾っておきたいところでしょう。はい。あとは正当理由のところです。はい。ここの正当理由のところは、まあ、いろんな解釈があると思いますけど、自分なりに正当理由なしとはこうこうこうというのをね、出しておきたいところですね。平成28年の問題で一回ね、これ似たような問題ありましたんで、まあ、そこでのね、当てはめなんか思い出してもらったらいいかなというふうに思いますが、まあ、そこでどんな感じでやるかね、取締役の地位継続への期待はい。であるとか、あるいは取締役として客観的に職務遂行に耐えない事情がある場合を正当な理由というとかね。その辺は自分なりの定義ね、使ってもらったら結構かなとは思います。まあ、3392項の趣旨ですね。取締役の地位継続への期待と、ね、株主総会の解任権、これの調和の観点からと。なんで、地位継続の期待がね、持てるような事情、ね、これが、地域に期待が持てない事情があるということであれば正当な理由があると言えるという感じで、ちょっとここはね、正当理由についての自説、自分なりにね、書いといてもらった方がいいかなという気がします。はい。で、本件でこの正当理由に当たりそうな事情というのは何があるか、中途東北への反対ですね。これが正当理由を基礎づけるか、ちょっとこれは反対が結構合理的な理由なんでね、反対理由見ていただくと、2年連続で営業損失だ、やめときましょう、そういうことですね。損失がね、ここにね出てるんだから、事業拡大やめようと、これもかなり合理的、納得のいくね説明ではありまして、そういう意味ではこれ峠の反対は別に不合理な反対ではないわけですね。なので、そういう意味ではこれは解任を正当化するような事情としては当然言えないと思います。なので、正当理由なしという方向にね、持っていただいていいのかなという気がします。はい。そうすると、損害因果関係ですね。ここのところは任期が残り10年ではあり、ま、残りなんだ。残り任期は、8年ではあるけれども、まあ、3年やね。ちゃう、残り2年か。ごめんなさい。残り2年分。はい。残り2年分が、ね、因果関係ある。ものになるでしょうね。一応取締役任期自体10年というのが定款じゃありますけれども、残りね 10年のうちまだ2年しか経過しないから8年分請求と、これちょっと難しいでしょうね。とりあえず慣例上は少なくとも残り2年だったわけだから、残り2年分だけ請求というね、そういう形でいいのかなと思います。なので40万かけるの24で960万か、960万の請求ですね。960万のみが、まあ、損害として因果関係があるということになるのかなという気がします。はい。ということで、まあ、この問いの1ですけれどもね、まあ、書こうと思ったら結構書けすぎる、書きすぎてしまうね、ところありますので、とりあえず問いの1ですね、解任に当たるかどうかとか正当理由についての当てはめですよね。ここはまあ、双方向で書けたらね、より点にはなるところであるんですが、問いの2や3書き終わって、時間に余力があれば最後書き足していくというね、そういう戦法でも全然いいかなと思いますので、問いの1はあまり時間使いすぎないで次に行くというね、そういうふうなね、ちょっとこう自分のセーブですよね。これもできるようにね、なっておくといいんじゃないかなという気がします。まあ、僕だったらセーブします。問いの1ね。これ結構書けそうだなとは思うんでね。書けそうだなとは思うんですけれども、後ろもあるぞということでちょっとセーブしながら書くね。そういうところかなという気がしております。はい。ということで、まあ、ちょうど、1時間25分ほど経ちましたんで、一旦休憩というね、ことにしたいと思います。まあ、後半ですね、処方の第、設問に3、それから民訴ですね、それの検討に、入っていきたいと思いますが、まあ、一旦ね、ここで10分ほど休憩取りましょう。休憩取ってください。はい。それでは後半の方に入っていきたいと思います。後半民事系の第2問の、設問2以下ですね、設問2と設問3、それから民訴法ですね、そちらの方の、まあ、私が初見だったらどう解くかというね、そこを紹介していきたいと思います。はい。とりあえず、まあ、問いの2、もう一度確認しますが、代表訴訟ですね、代表訴訟における、まあ、損害賠償請求、これに関するね、まず主張、これを書いていく、でプラス逃避ということをね、書いて考えていくところになりますが、はい。とりあえず、まあ、損害賠償請求ということでに向けたい的なものがね、きっとあるはずだということで、まあ、その任務形態的なものをね、拾っていけるようにしていけるようにしていきましょう。まあ、とりあえずね、事実関係拾って、どこに任務形態あるかね、把握できるようにしていきましょう。はい、8番。令和2年に入ってから業績悪化ということで、まあ、おつ社の関係のお話です。はい、ちょっと後者とおつ社の関係もう一度書いておきますけれども、後者がおつ社に、
製造委託でしたね。はい、もう手控えは自分が分かればいいので、ひらがな、カタカナ、略語全部 OK です。はい、その後、8番の、1月末時点での、まあ、お通夜の状況を書いてますけれども、はい、1月時点では、令和2年の1月末か、資産1億、負債5000で、資本金2000であったところということで、まあ、ちょっと貸借対照表が書いてあるんでね、とりあえずは、こんな感じで書いておきましょうかね。資産1億、負債5000万。で、資本金が2000万ということで、まあ、会計的に見れば、これ、要は、剰余金が3000万あるという、そういう状態かな。剰余金として3000万あったというね、そんな感じだったんですけれども、これが、10月の末ですね。令和3年の10月1日の時点では、かなり目減りしてますね。6000万の資産。で、負債4000。で、資本金2000ということで、剰余金が尽きたというね、貯金が底をついたじゃないけどね、これまでのこう貯めていたね、利益のところが全部吐き出してしまったというね、そういう状態になっております。はい。で、その後ですが、お通社、低銀行から複数回融資、ね、令和3年、時点での残高、3000万の債務があったというふうになっています。はい。ということで、まあ、低銀行で、3000万、はい、貸し付けありますけれども、3000万の残債務ね。令和3年10月末時点、10月1日時点です。はい。で、お通社の代取り F。これが、業績の悪い事業を売却しようということで、令和3年9月頃から関西 スーパーマーケットに並ぶ、非公開会社である母社。これとの交渉を始めたと。で、母社、必要な手続きを経た上で、事業譲渡契約を締結したと。はい。ということで、まあ、事業譲渡契約を母との間で契約、締結しております。事業譲渡、一部の譲渡ですね、これね。日用品販売事業の譲渡。なので、まあ、丸日にしておきます。丸日。これを、売買と。はい。譲渡なんで S ね、売買の S を使っておりますが。はい。11番。本件事業譲渡契約においては、資産、日用品販売、事業の資産と負債。これが対象とされ、対価は4000万とされたと。で、その際に、母社の代取り G、事業譲渡締結にあたって上記8、9を知らされていた。ということで、まあね、資産状態は知っていたというね、そういうところであります。はい、12番、事業譲渡3年後、14の問題が発覚したことによって、大幅の多額の評価損を計上と。はい、3000万じゃないな、3年後、評価損。ですね。はい。で、事業譲渡契約の締結経緯が13番、14から17までの通りということで、事業譲渡の経緯ですね、14以下ちょっと拾っていきましょう。はい。事業の買収する際には、まあ、通常、ドゥーディリジェンスをやるということで、まあ、ドゥーディリジェンスね、これもカタカナで長いんですけどね、まあ、通常、ニックネームで DD と略しましてね、DD と答案で書いていただいても結構です。ドゥーディリジェンス以下 DD というという感じでね、これもカタカナで書いてても10文字ありますんで、なので DD とね、答案で書いてもまあまあいいんじゃないのと略してね、いいから DD と略すという感じで書いてもらって全然いいと思いますが、はい。で、今回 DD せずですね。これが14番でわかります。で、なぜしなかったかね、この DD していたら、対価は1000万だったはずと。はい。DD していれば、まあ、締結しなかったかですね。締結しなかったか、せいぜい1000万というね、そういうことが書いてありますね。はい。で、15番、母社の取締役でメインバンク出身である H が出てきますね。はい。母の関係が少し、機関構成書いておきたいと思いますが、非公開会社でしたね。はい、非公開会社で取締役 H、事業譲渡の検討これを知ったと。で、知人お通社のことを聞いてみると、日用品販売事業うまくいってない、在庫下落の可能性、
いい加減だから気をつけろとの回答を得たと。で、知人の弁護士に確認したところ、まあ常に DD いるとは言えないけれども、あった方がいいというね、そういう回答を得たということで、はい、この H さんですね。知人ですね、知人と弁護士に相談していると。この中で DD した方がという回答を得ています。はい。で、G に対して言ったんだけれども、G は行わなかったと。ね、そんな感じです。はい。G に言うも、G せずと。はい、なぜ DD しなかったかの事情がその後です。16番、すなわちの後ですが、後者、母社の総株主の 60% を有する親会社でということで、ここで一個ちょっと気づきたいところがあります。親会社が関係すると、会社法上典型的には3つの問題ですね。これが起こりうるというところになりまして、これ親会社、子会社という問題出てきたらね、これも会社法の問題検討するときにはこの3点注意しておいてください。何が注意点かというと、特別利害関係人の可能性、利益供与の可能性、それと、事実上の取締役の可能性。一応この3点が、親会社が絡むときのね、典型的に注意するべきこととして、まあ私の入門講座とかでね、あるいは2年目の問題検討の講座でよく言ってるところではあるんですが、はい、親会社と来たときにね、このあたりちょっとね、隠れた問題点としてね、出てくる可能性がありますので、ちょっと注意という感じであります。はい、とりあえずまあ親会社ですということになります。で、その後者、はい、母社の取締役のうちの G と I ですか。これが、かつて後者の従業員と。元従業員と。で、後者の代取 A。これが母社の取締役 G に対し、今回の日用品事業、これが立ち行かないと後者の事業に影響を及ぼすために、本件事業と早く進めてくれと。実現しなければ、再任はないと述べたということで、結構怖いことを言っておりますね、これね。後の代取 A。G に対して何と言ったかというと、迅速にと。あかんかったら再任しないぞと。こんな脅しをしております。いいですかね。この16のところのまあキーとなる事実はここでしょうね。代取 A が迅速に進めろ。さもないと再任はないということで G や I からすると自分の首がかかってるという感じです。いいですかね。でしかも後者の事業に大きな影響があるということで後者のためにやってくれと。後者イコール親会社、つまり株主ですよね。株主のために今回の事業所とやってくれっていうのは、これは、利益供与かなという疑いを持ってください。はい。ということで、まあ、ここの事業所とのね、話ではありますけれども、迅速にやれ、親会社のためにと。で、さらに再任しないというね、そういうこともちらつかされているということになります。はい。で、その後、オツ社の代取 F、主要ブランドを売るんだから、相応の対価としろ。1ヶ月でまとまらなかったら別に売るぞみたいなことを述べてるというね。おつ社もおつ社とってね、自分のとこ苦しいはずなのにね、なんか変に強気に出てるというね、そんなところがありますが。はい。とりあえず、まあ、F の発言もありました。で、これらやりとり踏まえて、DD 省略もやむなしというね、そういうふうに言っております。はい。こんないうことなんで、G が DD しなかった理由ですね。大きく分けて、後者代取 A。これの発言。からオツの発言、まあオツ社代取 F ですね。この2つが大きくまあウエイトを占めていると。でこれで DD しなかった。はい。でさらに、その後ですね、取締役会令和3年開かれております。これまあ事業の譲り受けではあるんですけれども一部の譲り受けなんでね。なので、重要財産の譲り受けにとどまってるね、ここ全部の譲り受けだったら特別決議ですけれども今回ね、そこまで至ってませんので、取締役会での決議になっています。はい。でその際 H は反対した。で G の方はオツ社の日用品販売事業を救わないと高の主力商品が欠けるでグループに大きな不利益で、母社の平売上の 50% 後者の取引に由来する単純にオツの、ね、日用品販売事業だけ見て反対するの適切でないと説明したということでわざわざねこれまあ一応、被告になるであろう G ですね言い分があります。
はい。これ何かっていうと、個を中心とするグループに大きな影響と。で、さらにもう一個ですけれども、母社の売上の 50% は個由来と。ということで、これまあ、見方を変えると、母社の代取りである G ですけれども、我が社のためにということを言っています。いいですね。我が社のためにもやるべきだということを言ってまして、そういう意味では会社のためにするというね、そういうつもりもあるということになります。いいでしょうか。会社のために。と思ってます。で、G と I は自ら退席し、ということで、これはまあね、特別利害関係人だからですね。G と I は退席し、で、残り3名で審議が行われ、で、A 上除く2名の賛成によって可決されたというね、そんな風になっております。はい。とりあえず、まあ G と I が退席しているというところはね、特別利害関係人だからというね、そこまあ書けるんだったら書いてもらってももちろんいいと思いますが、まああくまでもね、まあ周辺的な事情なので、メインではないかなとは思います。はい。ということで、まあ今回の事例ですね。はい。母社の少数株主であるはい、これが株主代表としての G に対する責任ですね。これを、まあ、一応追及したいということで、この、あ、ごめんなさい、J ですね、J の立場での主張とその逃避ですね。これを考えてくださいということになりますけれども、まあ、今回のところですね、DD しなかったということについて、まずは任務形態というね、これをまずは構成することになりますが、これとは別に、利益供与、これもちゃんと入れておいてください。この二つがね、この責任追及の要件検討の柱になってくるかなというところでしょう。はい。ということで、まあ、利益供与を落とした方ね、それなりにいるような気はしますけれども、利益供与を落とした方は、これ、親会社というね、このキーワードですね。そこから、あ、この関連問題気づけよというところをね、気づけなかったというところが原因になりますね。ここはもうね、親会社と来たら、さっき言いましたけれども、これね、今後の問題検討に生かしてもらったらいいですが、決議取り消しにおける特別利害関係人とか、あるいは利益供与とか事実上の取締役論ですね。ここに影響しますんでね。なので、親会社が来た時にはまあこの辺が来るかもしれないという予測ですよね。これを立てときたいところではあります。はい。さあ、423。まず検討ですけれども、まあ、取締役 G。ここは大丈夫でしょう。で、問題はやっぱり任務形態ですね。で、どんな任務を懸待したかということを、今回法令違反はないんでね。一応そこのところはまあ指摘はしておいてください。これ法令違反があれば法令遵守義務違反ということで直ちに任務形態になるんですが、今回 DD をしなきゃいけないというのは別に法令ではないんでね。なので、法令違反はないよと。そうなってくると任務形態としては全館中義務の経営判断原則ですよね。これに反するというふうに言うしかないですね。経営判断として DD しないというのは任務形態であるというね、こういうまあ構成をするしかないかなということで、まあ、いわゆる経営判断原則を書いて、で、判断の著しい不合理さですね、それがあるから、任務形態があるという説明をしていくことになるのかなと思います。まあ、この経営判断原則については行政裁量論とほぼ同じですんでね、なので、その事実の、重大な誤認があるかどうか、から判断内容が著しく不合理かどうかというね、この2点をメインで考えてもらえるといいでしょう。で、今回は判断の不合理ですね。DDしないというのが極めて不合理だ、まあ、そこをね言っていくことになるのかなというふうに思いますが、はい。で、今回のところは両方向事情上がってますんでね、とりあえずまあ主張としてはね、この DD した方がいい弁護士の意見、知人のね、その日用品うまくいってない、在庫下落の可能性、知財管理もいい加減というね、この情報もあり、でかつね、弁護士に相談した結果 DD した方がいいというふうなアドバイスがあった、以上しないのは極めて不合理であるというのはまず柱になると思います。で、それに加えて、あと、この辺の事情ですよね。G がしなかったという理由ね。グループ会社の利益守るためとか、母の事業ですね。その今後のことを考えると会社のためにという面も確かにあるんだけれども、高大取り A の発言からオツ社の発言ですね、このあたりを踏まえると、まあこれは会社のためというよりは自分の保身のためにね、こういうことをやったんじゃないかというふうになってきて、まあ任務形態があるよというふうになってくるのかなとは思いますね。この辺は両方向ね、ちゃんと確かにしかしということで両方向ちゃんと上げてね、説明できるようにしておくといいかなとは思います。はい。ここで
使っていただいたら結構でしょう。はい、保身のためじゃないかというね、そういう感じで、まあ僕は書いていくかなという気がします。はい、その上で任務形態を認定したら、あとは損害論ですね。今回の損害としては、まあ3000万かな。ちゃんと DD をしていれば契約しなかった、あるいはしたとしても1000万にとどまっていた、なので少なくとも3000万の損害があるということに、ね、なってくるかなというふうに思います。でこれ DD していれば防げた損害ということで因果関係もある、したがって、これは損害賠償請求認められるというね、そういう方向でいけるかなと思います。もう一個、利益供与。はい、利益供与関係ですね、120条ですが、はい、損害賠償請求でいくと、まずは120条3項が出発点かな。はい、株式会社が第1項の規定に反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、3項じゃない、ごめんなさい、4項だ。役員に向けたい、失礼いたしました。4項でした。1項の規定に反して財産上の利益の供与をしたときは、利益供与することに関与した取締役として法務省で定める者は、連帯して供与額に相当する額、支払う義務を負うということで、面倒くさいですが、施行規則まで引いておきましょうね。会社法施行規則ですかね、120条4項で関与したものとありますけれども、まあ、施行規則の関連条文ですね、21だったかな。はい、そうですね、21かな。まあ、職務を行ったになるのかな、今回ね。今回取締役会の決議はまあもちろん行われてはいるんですけれども、退席しておりますんで、まあ、21条の1号でいいかな。大取りやからね。親会社に利益を供与したところで21条の1号でいいかなというね、そんな感じがしますが。はい。とりあえず、まあ、関与したもの。はい。あとは、利益相反の、利益相反じゃない、利益供与の認定ですね。はい。120条の要件、もう一回戻りますけれども、何人に対しても、権利行使に関し、利益の供与してはならないですね。権利行使要件。今回は、まさに株主権行使ですね。役員選任です。すいません。役員選任に関して、つまり今回ね、じいさんとしては、自分の次の再任のために、親会社に利益を図ったという感じですよね。なのでこれは役員選任権という株主権行使と説明しておいてください。役員選任権、役員選任権、株主権、330あたりのね、条文も引いとくとなおいいかな。議決権行使329、はい、まあ、役員選任権ですね、株主総会における、ね、役員選任権での議決権行使、はい、まあ、これに関してで利益の供与としてはいくらということ、実質まあ今回3000万円分ですね、これがまあ会社としては損しているわけですけども、この3000万多く出すことによって後者に、まあ、今後の事業の継続等のメリットを与えるというね、その関係があるので、まあ、実質3000万分かなという感じがしますけどもね、利益供与額ね、3000万ということになるのかなという気がしますが、はい。まあ、そこまで書いてあれば十分です。ね、施行規則、利益供与自体ね、そんなにこう、まあ、書けてる人は書いたと思いますけれども、落とした人も比較的ね、それなりにそうな気はしますが、はい、二つ書いて、ようやくまあね、なんとかこう、戦えるかなというね、そんなところだろうと思います。これ120落としてるとちょっとね、この問いの2で、35点ありますけども、15点分ぐらいね、がっつり減らされてるという恐れがありますんで、ちょっと苦戦するね、問いの2で苦戦する原因になるかもしれません。はい。ということで、まあ、こんなところでしょうか。まあ、要件一通りね、検討できてればそれで OK です。はい。もう次行っちゃいましょう。ちょっとすいません。民訴のね、問題もある中で残り、すいません。残り65分か。そうですね。65分ですね。その中で、問いの3と、それから質問、第3問ですね。民訴の問題もいかなきゃいけませんね。はい。ということで、ちょっと次の質問3に移らさせてもらいます。はい。ということで、今度のお話は18番以下ですかね。ここは何があったか、事業譲渡に関するお話ですが、11から17がなく、適式な事業譲渡がされたことを前提にというね、そういう形で、もう一度書いておきます。
日用品販売事業の譲渡、これが適切に行われたと。はい。で、資産は対象で、負債は対象外。これでなされたと。で、4000万が母価だったんですけれども、2000万円で売却と。はい。ということで、ちょっと安く売却してるなというところは若干気になります。いいですかね。ちょっと安く売却してるような感じがする。で、その際ですけれども、事業譲渡において、御社が母社に対して登録商標 P の使用を認めることに合意した。これは、P と。これに含まれるオツ、日用品のブランドとして確立していることからというね、そんなところで、はい、はい、P の使用を認めると。で、この P はオツが含まれると、こういう商標になっています。はい。まあ、車で行けばね、トヨタレンタリースみたいなね、そんな感じのこう商標だったとしてね、その中にトヨタというね、社名が入ってるとか、まあ、そんな感じのイメージなんでしょうかね。はい。とりあえず、まあ、消費者にはこれがね、顧客誘引力ありというね、そんな感じです。一般消費者からすると、P イコール、オツ社と受け止めと。こんな感じになっておりますね。で、オツ社、実際には販売して卸すだけで、これまで直接販売はなしと。対消費者に直販はなしと。で、母社、これはこれまで取り扱ったことがない。オツ社取り扱いなしで、プラス、使用したことなしですね。ということで、まあ、初めて今回 P という商品を扱うというね、まあ、P という商標ですかね、これを使ったものを、これを添付したものかな、これをまあこれから商品として扱うというね、そういう感じになります。だからまあこれ見方変えると、母社いうのが新たにオツ社から卸してもらったみたいな、そんな見え方ですよね。これまでオツ社っていうのは消費者には直販してなかったわけ、つまりどっかのお店を介して売ってただけですよね。でそこにまあ新たにね、その母社が入ってきたとも取れるだけ。いいですかね。これは見方変えると、新たに、オツ社の商品、販売、これを開始とも取れると。こういう感じです。はい。で、それで20番。はい。事業譲渡完了後、スーパーマーケット内で P、これを複数の入り口にかけて、まあ、販売を開始したと。で、ウェブサイトでもね、宣伝を行い、登録商標 P も設定され、掲載されていたと。で、母社が使っている P が使用されている商品の16割程度は従前からね、売ってるものと同じ商品であったと。結構細かくね、事実が書いてあるわけではありますけれども。はい。ここで、店舗での表示。店舗入り口からウェブサイトでも宣伝で、さらに6割は従来品と、つまり4割新しくなんかこうね、自分で作り出したという感じのところではあります。はい。で、オツ社はどうなったかというと、残りの債務は弁済できなくなっちゃったというところで、低銀行3000万ですね。これが弁済できず。で、オツ社は、手に対してその旨通知したと。ということで、弊社としてみたら、母に請求したい。まあ、こういう感じになりますかね。ということで、まあ、何が今回の、まあ、請求根拠になり得るかというところでありますが、まあ、ヒントは今回、事業譲渡に際して譲り受け人への請求ですね。なので、事業譲渡関連の条文をしっかり引くというところがね、ポイントになるでしょう。で、今回、事業譲渡に関する会社法の、まあ、効果に関する条文は、実は20条台に全部あります。なので、その20条台の条文をね、ちゃんと引けたかどうかというところが大きなポイントでしょうね。はい。今回のところ考えれる体の
母に対する請求、一応根拠としては2つあり得ます。でまず1つが差外的事業譲渡に当たるならば、いずれ受け人への請求ですね。これもできるということになるはずです。23-2かな。はい、23-2の第1項ですかね。はい、これもまあ考えるところです。まあ4000万のところ2000万にというね、そこなので、ちょっとかなり安く売っちゃってるじゃないかというね、そういう方向での請求がまず1点。それともう1個は22条の称号属用ですかね。で、今回称号そのものの属用はありませんので、類推論。これをやっていくということになると思います。まあ大きくまずは主張としてね、2つ。まあ、最低マストはこちらです。22の類推ですね。こちらがマストではありますけれども、23-2も一応言及して、まあ、今回差外的に当たらないでも結構です。で、差外的に当たるかというと、母価は4000万だけれどもね、そこにはまあ不良在庫等のこともあり得るので、差外的とまでは言えないというね、そういうことで差外的な譲渡ではないので、23-2。これは使わないと。まあ、そんな感じで軽くね、書いてもらったら十分かと思います。で、メインは22条の類推適用ということで、はい、これ、称号の属用ではないですね。けれども、P に、オツが含まれると。称号が使用、登録商標の中に入っているというね、そんな感じです。なので、まあ、称号の属用と、まあ、類似するというね、そういうことが言えるのかなと思いますが、できたら類推ですので、22条の趣旨からちゃんとね、書いていくというところが望ましいと思います。はい、22条の趣旨は何かというと、称号属用がされれば、営業主体の変更を債権者が知らないか、債務引き受けされたと信じるのが通常だと。はい。これ22条の趣旨ね、どういうふうな形で書くかですね、この営業主体の変更を債権者が知り得ないか、あるいは債務引き受けされたと信じるのが通常だというところが22条の趣旨なんでね。で、ここで登録商標の使用継続ですかね。ちゃう、登録商標 P の使用。許可。これがなされたとなると、オツが依然として営業したいというふうに見れるような外観がありますのでね。22条の類推の基礎があるということになるのかなと思います。で、あとは、ま、今回のところ、もう少し当てはめね、充実できるところでありますけれども、はい。2、3点ほど、挙げれるかな。まず1点目ですけれども、おつ社はこれまで消費者に対して直販はしていない。いいですかね。おつ社は消費者に対して直販していない。で、一般消費者は、P を見れば、おつ社と受け止めるということからするとね、一般消費者からすると、今まで通り、どっかの店舗で買うしかないという状態は変わってないわけですよ。営業主体の変更、知らないというのは当然考えられるところではあります。で、さらに、新たにオツ社の商品販売開始しておりますけれども、店舗の入り口、ウェブサイトで書いてるのは、新しく店舗、P を使うことになりました。ということで、やはりなんか知らんけども、おつ社が営業主体っぽい表記とも取れなくはないんですよね、これね。おつ社が営業主体のようなこう表記をしているようなね、そういうふうな見え方もしている。で、さらには6割は従来品ということは、要はこれまで通りの商品販売が半分以上続けているということなんで、営業主体の変更をやっぱり第三者は知り得ないというところは変わらないと。したがって類推の基礎がある。ね、おつ社が営業主体として誤認されるような状況が比較的続いているということでありまして、まあこれはね、母の方で責任取るべしと。まあいうふうな方向に入ってくるのかなとは思います。はい。22条の1項の類推適用論ですね。いずれ受け会社もまあ債務の弁済責任ですね。これを追っていくと、まあ属用に当たるかな。属用に当たるということでね、OK なのかなとは思います。で、もちろんこれ反対方向の事情がありますんで、確かに4割は新規商品ということで営業主体への変更、知り得るような状況とも言えなくはないと。しかしながら、この事業譲渡がなされたということが、ね、明記されてたわけでもないしね、この辺の、
今まで通り消費者から見てみたら、ね、直販はされないという状況は変わってないわけだからね。そういう意味ではね、この、今まで通りの営業形態が継続しているというふうに信じてもやむを得ない事情があるということになるのかなと思います。はい。ということで、22条の流水適用は、まあ、これは肯定していただくといいのかなという感じがしますね。はい。ということで、まあ、この、今回の問題で、商工違法がちょっと出たということで、皆さん、来年以降のね、問題、もし、受ける方はですよ、来年以降、もし受験しようというふうに考えている方は、商工違法が来てしまったというね、そういうことなので、商法のいわゆるね、売買の条文とかね、この辺もちょっとこう、商工違売買ですね、商事売買か、商事売買に関する条文とかもね、ちょっとこうね、守備範囲としてちゃんと検討しなきゃいかんということに当然なってきますんでね、商工違法を手薄にしてるとね、こういうふうにちょっとこうね、今年、出て、やばっとね、なった方いたかもしれませんけれども、いつ出てもおかしくはないのが商工違法というふうには思っとってください。はい、ということで、まあ一応回答例ね、まあ比較的よく書けてるかなというかね、思いますので、まあさっとね、全体的にまあね、8ページフルで書けることはまずないと思いますけれども、まあ一応ね、参考にちょっともらったらいいだろうと思います。はい、さあ民訴の問題、入っていきましょう。はい、民訴の問題第3問ですね。なかなか難しかったと思います、今年の民訴ね。例年に比べてもなんか変な問題というかね、そんな感じがするところではありますが、はい、まず配点から確認しましょうか。はい、45、30、25。まあ、とりあえず前の方に時間を置いていただいて結構というね、そんな感じの問題です。で、これまあよくあるんですが、民事系で25とかなると、これほぼ現場思考であることが多いです。ね、25という問題ね、数字か、配点か、25という配点、ここ2、3年ずっとね、そうなんですけども、現場思考的な問題あるんで、そういう意味ではこれ最後の25残しとかないと時間残しとかないと考える時間がないということになりかねないんで、そういう意味では前の方ね、確かに45、30あって、取りたいところではあるんですけども、とりわけ問いの2やろね、30しかないというところで、ここはちょっとこう、あっさりめ。でもいいので、早く問いの3に移れというところをね、意識しておきたいところです。問いの1は時間かけていいですが、2よりも3というふうな意識で、問いの2はちょっとあっさりめでもいいかなというね、そういう感じで、まず問題見てね、時間配分を決めていってください。はい。で、設問を見ると、問いの1、45点ありますが、課題が2つ。なので実質2問分ですね。まあ1個あたり22点ぐらいかなということで、まあ1ページずつぐらいかな。それぐらいかけたらもう十分でしょう。はい。問いの2。これ課題一つ。課題一つで30点。はい。次。最後ですけども、課題。最後25点ではありますけれども。はい。全部課題型ということで、ノーヒントですね。ノーヒントで問題検討入るというね、そんな感じになっちゃいます。はい。さあ、問題検討ですが、民訴においては、まあ、課題がありますんで、もう、とりあえず課題に正面から答えるというね、それができていれば、まあ、おんの字です。民訴を大得意にしてるね、受験生ってそんなにいませんのでね。なので、民訴については課題に正面から答える、ね、何らかの理由付け。これがちゃんとあって、結論を出せているということであれば、もう問題なしというふうに思ってください。はい。まあ、上からいきます。1番。まずは、エムテックという会社がありまして、ということで、はい。株式会社、エムテック。まあ、以下、こうというふうに言っていくらしいですね。で、これの、代取 A。これがいると。で、事務所の移転先を探したところ、X を知人から紹介されて、で、X が4階部分で、進めると A は即決し、令和2年の4月、X は A との間で、じゃあ、こうとの間でか。賃貸借契約ですね。はい、これ結んでおります。月額30万というね、こんな感じです。で、A は本社の移転所在地を河野本店とする、ね、じゃあ本件事務所の所在地を本店とする本店移転登記をしたというね。まあ別にどっちでもいいところでありますけれども。はい、その後、河野事業、だんだんと、令和2年10月頃から悪化と。で、運転資金不足する。で、令和3年の3月で未払い3ヶ月と、まあ当然解除されてもおかしくないね状況になります。で X は、払えよ、で払わないと解除するぞ、で訴え提起して明け渡し求めるぞという通知をしたと。でも払わなかった。でその後、けしからんですね、訴えを空振りにさせて時間稼ぎするように一計を案じということで、何したか。X に空振りさせると、これを考えて、はい。まず、コーの称号を GTEC に変更というね。令和
2023年4月2日。はい。GTEC に変えた。で、新たに、はい。大取り A の配偶者で B に変更し、そんな感じですね。これも B に変更と。これ正確にね、ちょっとこう手控え変えておかないと、後で混乱する原因になりますんでね。で、その後で、何をしたかっていうと、まさにもう一回、株式会社、M テックという別会社を作ったと。で、代表は A と。で、同一の本店と。はい。そんな感じのね、新たな会社を作ったという、そんなことになっておりまして、まあ、これ X からしてみれば、M テックという会社ね、そこに変更はないものとみたいな、そんな感じに見えるわけですね。けども実態としては会社として別の会社ですね。そんな風に見えてくると。はい。で、X は知らないままに、本件事務所の所在地住所とする M テックを被告として生じし、で、請求原因として、契約締結した、引き渡した、解除したみたいなね、そんなことを言ったと。で、代表者事項が添付されていたんだけども、ね、X は、オツをこうと誤認していたというところで、はい。まあ、X は訴えを起こしたんですけれども、明け渡しと、誰を被告にしたかっていうと、株式会社 M テックというね、この会社を被告にしたと。で、一連の経緯知らずです。令和3年4月20日。で、この中に請求原因書いてますんで、一応ね、請求原因は、言われなくても整理するという感じにしておいてください。X と、M テックやね、賃貸借契約。で、引き渡し。で、催告解除と。はい、まあ、このあたりは請求原因として書いてあります。はい、その後4番、呼び出し状を受領した A は X 請求棄却するとの判決、求める旨を記載した答弁書を出したものの出頭はしなかった、で追って認否するというね、そんな感じの答弁書になっております。はい、答弁書出すと。これが1回目と。で、2回目、はい、期日出てきまして、 KG 認めると、自白ですよね。これをやったと。で、言い渡し期日が決まったと。ところが、言い渡し期日の直前になって、新たにこんなことを言います。はい、M テックはオツの証拠であるから、被告はオツと。で、さらに、オツは、X の賃貸借は締結していないということで、X オツ間の賃貸借はなしと。で、自白は撤回と。はい。事実に反するから撤回するということで、ここでまあ撤回の理由がね、一応書いてありますので、まあヒントっちゃヒントですね。はい。その後、何の責任も負わないから棄却されるべきであるなんていうふうに手のひら返しですね。これをしたというのがまあ3回目の記述という形になっております。はい。で、裁判所と、修習生の会話ですね。そこをちょっと見ていきたいと思います。ちょっと問題文ね、ここで写そうかなと思いますが。はい、問題文。はい、見ていきますと。はい、被告に疑義。裁判所では被告を確定。まあ、これがどうもテーマになりそうですね。で、様々な基準がありますが、ここでは、被告が公となるような見解、オツとなるような見解、一つずつ取り上げ。で、被告を公またはオツと確定できることをそれぞれ論じてもらえますか。これを課題一としますと。ということで、学説のニックネームとか学説のことなんか知らねえよというのがほとんどの受験生だと思いますので、これは学説の知識を引っ張ってこようとはしなくて結構です。まず、自説をどっちだったっけというのを確立して、で、自説とはちょっと反対の結論になるような理由付け、これを問題文の中から探し出すというかね、ちょっとこう、ひねり出すと。
いうのができたら結構です。学、この問題を見たからといって来年以降ね、学説の知識を入れていかなきゃなんていうふうに思わないでください。これはあくまでも現場でひねり出したらなんとかなりますんでね、自説と反対の見解ですね。そこをなんか一つね、ひねり出したらそれでいいと。これ、刑法でも近年続いてた学説チックな問題ありましたけれどもね、そこも一緒です。自説と対立する見解をなんか現場でひねり出すということで対応できますんでね、学説の知識に入り込むなんていうことはね、とりわけ民訴ではやっちゃダメですね。そこをやってしまうと、もう民訴で ドボンに、ね、なってしまいかねません。はい、続き。仮に被告をオツと確定した場合について、第2回におけるオツの代表者 A の陳述について、自白成立と取り扱うべきか。で、仮に自白だとすると、その自白の撤回をどう扱うべきかを検討してください。これを課題2としますと。はい。ということで、まあ、自白の成否と、それから撤回の可否というね、そんな問題で、ちょっとオーソドックスチックな問題ではあります。はい。でも、なおが気にありまして、はい、別人格であること、審議則によって実態法を指定して、うんぬんかんぬんということについては考慮する必要はありませんということで、法人格否認は使わないでねというね、そういう話ですね。法人格否認は使わないでくださいというね、そういう話になっておりますね。はい。ということで、まあ、課題ですね。被告の確定というね、超有名なお話ではありますけれども、反対説をやらなきゃいかんのかということで、被告の確定。こう、おつ、両方の見解出せと。から、課題に、としては自白それから撤回認めるかどうかと。はい、ということで課題にはオツ被告と、これを前提にします。はい、ということでまずはこうを被告なのかオツを被告なのかということで、まあ被告の確定ということで、まずは自説の確認しましょうか。皆さんほとんど自説は表示説になっているはずです。訴状に記載されたことを基準としてね、形式的に判断しましょうというところでしたよね。ここ訴状の記載を合理的に解釈してまず判断するといういわゆる表示説が自説であるはずですんで、表示説でいくとどっちと取れるかです。はい、訴状の表記もう一度、ね、確認していきますと、 MTEC を被告にしておりますね。 MTEC というのは令和3年4月20日の時点ではオツを指すものですよね。いいですかね。令和3年4月20日の訴えです。訴状には MTEC を被告として表示。で、所在地も一致してるし、ね。その辺からすると、表示からすると、MTEC、つまり、オツ。こちらになるはずだと。これがまず自説だな、ということで分かると思います。で、なので、ここは理由付けとかそれなりに書けるし、当てはめも大丈夫というふうになりそうなところになりますね。いいですかね。で、問題はこっちです。公を被告にするというね、その説明ですね。これが何とかできないだろうかというところが、まあ、ここの現場思考でね、やっていただいたら結構なところではあります。はい。とりあえず、まあ、表示説、訴状に記載されたことを合理的に解釈して、なぜかというと、ここ、被告の確定というのはね、訴え提起の段階からする必要がある。訴え提起の段階では訴状ね、これがあるものにとどまるわけですから、なので訴状の記載を合理的に解釈して判断するという、まあ、この自説はしっかりね、書いておいてください。で、これでいくと、令和3年4月20日の時点では MTEC と表示されていた。で、同じ場所、本店所在地も一致していることからすると、これは MTEC かっこオツ社、これが被告であると考えるべきだという、これは表示説の当てはめです。さあ、そうすると表示じゃないものを基準にするというのが、この公を被告にするというね、こういうことになります。はい。表示以外に公を被告ということでいくと、はい。何があるかなですね。公は、令和3年4月の段階ではもう代表 B に変わってますからね。A がやったイコール公がやったにはなりにくいんで、行動を基準にするというのはちょっと難しいと思います。何かないかな。ヒント。困ったら当事者と条文です。で、当事者の確定は条文がありませんので、残ったのは当事者でして、当事者として X の立場で考えましょうか。いいですかね。当事者と条文に困った時には寄るというふうにしていただくと、これは重要なヒントになりまして、X としては誰を相手にするつもりだったかですね。ああ、これいけそうだと。X としては、こう言ってるわけですよ。MTEC との間で賃貸をして、引き渡して、で、解除も催告してやったということは、これは全部 X の意思としては、
功を被告にしているつもりであると。自分が締結したのはあくまでも令和2年4月10日の時点で M テックというふうに名乗ってた会社であるということですよね。令和2年4月10日の時点で M テックと名乗ってた会社にまあ貸してたわけですので、要はこの X の意思からするとこうだということで、まあ意思を基準にすると。で、問題は意思を基準にするという理由付けが思い浮かばないと思いますので、その理由付けについては書かなくてもいいですね。ここも最大の話ですね。規範が大事であって、理由付けはあれば御の字と思ってください。で、現場思考でやるときもね、同じです。ね、理由付けあればもちろん御の字ですけども、規範をなんとか出して当てはめ、これで十分なんですよね。なので、規範が出てきたもん、これでいけば、こうを被告にすることになるよね、というふうに、これでも一応、問いにはそれなりに答えることになります。で、怖いなと思うかもしれませんが、みんな困ってるんでね。みんな困ってて、で、一番怖いのは何かっていうと、変な理由付け書いて足引っ張られることですね。から、変なこと書くぐらいやったら書かないことによるリスクヘッジですね。これをお勧めします。まあ、もう一個だけね、とりあえず、まあ、被告の、確定で意思を基準にするというね、そこのところも、なんかこう、現場で思いつきうるものとしてあるとしたら、まあ、提訴するのは原告。だから原告の意思を第一の基準とするべきだというのはどうでしょうかね。そんなのがまあ一つあり得る。あるいは意思を基準にするということで、まあね、民事訴訟は実態法上の私的自身の原則の訴訟法上の表れであると。なので当事者の意思を尊重するべきであるとかね、そんなことをでっち上げていただいても、まあもちろん理由付けになるかなと思いますが、自信ないですね。他説なんでね。なので他説についての理由付け、まあそこはもちろん知識がないと解けない恐れはありますが、今やったようなね、当事者の意思を尊重だから、まあここでね、いろいろとこう頭をね、ぐるぐるしていただくと、まあここが提訴するのは原告だから原告の意思によるべきだみたいな、まあ一応筋は通ってるんです。それで OK です。はい、ということで問いの1、課題1ですね。ここで時間使いすぎない、いいですかね。現場思考ではありますが、まだ後ろがあるんでね、後ろの方のことを考えると、あまりここで力を費やすのは得策ではないかなという感じではあります。はい、ちょっとここはいやらしい問題です。次、はい、オツを被告としたと確定して、はい、まず自白に当たるかどうかということで、まあここは取りたいですね。しっかり定義を書いておいてください。いいですかね。まあ、もちろん定義ね、書けると思いますが、相手方の主張する事項に不利益な事実、認めて争わない旨の記述における真実というね、その定義をまずは書いていくところになりますし、あと根拠として弁論主義第二原則とかね、それから179条とかね、その、自白のまあ今後撤回の話も出てくるんで、自白の拘束力ですね、それに関するお話も書いていいかなというね、感じがします。まあ、加点10として狙って書いておくね、自白とはね、こういう、ね、これは弁論主義第二原則の見地からね、それからね、認められるもので、証明不要項とか審判排除項とかね、撤回制限項を生むものであるというふうに、まあ、自白についての一例の知識ね、まあ、ちょっと書けそうだら書いておくと。で、問題はここ事実のところ、あとそれから相手方の主張から認める旨の、争わぬ旨の陳述か、はい、事故に不利益事実、ここにちょっと当てはめの加点自由があります。事故に不利益イコール相手方に証明責任ですよね。だから証明責任の素材、これを訴訟物からちゃんと導き出して当てはめする。これで加点です。いいですかね。事故に不利益イコール相手に証明責任ですよね。から証明責任の所在、いわゆる法律要件分類説を書いて、ね、訴訟物たる権利の発生現実については原告が、これの消滅、発生障害事実については被告が証明責任を負うと。で、本件でのこの原告の、主張する事実ですね。この3つですね。認めたのはこの3つですけれども、これらは訴訟物である賃貸借収入に基づく返還請求権を基礎づける主要事実であって、原告側が勝利証責に負っているよ。なので相手方に不利益の要件を満たすと。で、さらに事実はこれは主要事実に限定と。まあ、この辺書けそうなんでね、ちょっと書いておいてくださいね。主要事実の定義もよかったら書いておいてください。訴訟物ある権利の発生変更証明するための法規の要件に該当する具体的事実とかね、そんな定義がありますが、まあ、そこに、書いていくと、今回ね、訴訟物ある権利の発生を定める法規ね、これの要件に該当する事実に当たりますんで、もうドンピシャ当たります。なので、これはもう定義からして、自白に当たるはこれはもうどうしようもないというふうに思ってください。はい。とりあえず、オツ。ね、今回のところ、被告はオツです。で、オツの代表としての A がちゃんとこれらを言っちゃってるんでね、とりあえずは自白に当たるということになると思ってください。はい。で、自白に当たるとなると、基本的にはこれは撤回制限項が来るわけで、
そのまま行くと、今回、オツ、原則撤回不可となりそうです。いいですかね。ただ例外的にもちろん撤回できる要件、ここはまあもちろん皆さん知ってる通りでね、真実に反する場合ね、反真実、ただし反真実錯誤ですよね、反真実錯誤から相手方の罰すべき行為、相手の同意がある場合にはまあ例外的に撤回できるというふうにするわけですが、今回錯誤ではないんですよね。撤回制限原則でも撤回ね、認めてもいい例外的な事情として反真実錯誤の場合があるけども、ここは反真実は確かです。コウとオツとの X とオツか、 X とオツとの間の賃貸借がなかったわけですからね。なので X とオツとの間の賃貸借がない以上反真実は確かにそうだというところあるんですけれども、これ撤回を認めた方がいいか認めるべきじゃないかっていうのは、これどう思いますかね。はい、直感的に見てこの自白、仮に撤回認めない、ね、自白の拘束力維持するとなると、対オツに任用判決出すことになります。いいですかね。自白の効力、ね、撤回を認めないということは証明不要だ、つまりそのまんま判決の基礎にするということで、対オツ任用するわけでね、これ意味ないですよね。いいですかね。で、結論的にいくと、やっぱりこれ自白を維持しても仕方がないんでね、撤回認めてもいいんじゃないかなというね、そっちの方でなんとかこう理屈を立てられるといいですね。確かに今回反真実で錯誤があるとは言えないけれどもね、今回の事情からすると対オツに、この任用の判決下しても意味がないというところがあり、そういう意味ではこれね、撤回認めてもいい事情、必要性あります。あとは許容性どう説明するかですね、この撤回制限項の趣旨に遡ったらいいと思います。証明不要項とか相手の信頼とか、これが趣旨ですよね、撤回制限のね。今回、はい、相手イコール X ですが、 X からしてこのオツの自白撤回してくれるのは別に困ったことではないはずなんですよね。いいですかね。X からすると自分がこうだと思って訴えた M テックは実はオツでしたと、オツとの間で紛争解決しても仕方がないわけでね。なので X からすると撤回してくれてありがとうなんですよ。いいですかね。その陳述に対する信頼いうのを守る必要がないと。そうすると撤回制限項認める必要もないよね。錯誤はないけれども反真実だということで撤回してもいいだろうと、認めてもいいだろうと、はい、こんな風にまあ一応考えられるかなと、初見でもね。でこの辺ね、初見で考えるときに、まあ、この現場思考でありますけども、まずは知ってる知識からまずアプローチすることです。いいですかね、自白の知識から撤回の知識ね、この辺は多分持ってるはずです。でそれで、あ、そのまま当てはめていったらちょっと不都合が出てくるはずなんですね。で今回の場合はそのまま当てはめていったときに反真実錯誤のこの錯誤がないわけですから、したがって撤回要件満たさない、撤回要件満たさないイコール自白の拘束力維持されるといいのかっていうね、そこのまあね、その素材糸ですね、ここですね、素材糸のところはそこにありまして、でそれで、その撤回、認めた方がいいんじゃねえのっていうね、それを撤回制限の論拠に遡って説明ですよね。これができたらまあ御の字というか十分良好以上ね、狙えるような感じになってくるかなとは思います。はい、一応マストなのはここの自白とその撤回に関する定義、それから原則的な要件、例外的な要件ね、これちゃんと書いて当てはめ、まあそこまでやって一応の水準だと思いますけども、プラス第2ちゃんとね、たどり着こうと思うと、今回は撤回を認めないっていうのはなんだかなっていうね、そういう事案ですので、撤回認める方向で何とかしよう。必要性は確かにオツとの間で紛争解決しても仕方がない。許容性はというと、オツの自白を信頼、ね、そういう、まあ、事情がベースとしてないからね、こう、X として見たらオツのね、その自白を信じて、証拠の散逸とかね、そういう危険がまあないんだから、撤回制限、まあ、かからなくて、撤回制限しなくてもいいと。まあそういうふうにね、最終的な結論を出してもらったらいいと思います。
はい、ということで問いの1、45点ありますが、課題2でね、ちょっと頑張って取れるといいなという感じでしょうかね。はい、さあ、問いの設問2関係に入っていきたいと思いますが、はい、第3回の記述後に X が相談のために L のところに行ったと。で、項に対する旧判決を得て実現したいというね、そういうことがありますが、まあ一応今回のところ、X が、これ実はオツに対して訴えを起こしちゃったという状態でありますね。で、弁護士の意見も被告が項と確定される可能性高くない、つまりオツだろうと。こういうことね。で、L の指摘を踏まえて、項に対する判決を得たいと。で、どうしようと。ということで、これ本来であれば、この23ページ以下で書いてある L と Q の会話ですね。ちょっと不自然です。本来やったらこれね、任意的当事者変更で終わりなんですけどね。任意的当事者変更で終わりなんですけども、なんかこうね、現場思考させたいみたいなそんな問題で、主観的追加的併合の可否ですね。なんでこっちに行ったんかなと僕よくわかりません。任意的当事者変更で済む話なのにね。なので、なんですが、なんか知らんけど今回主観的追加的変更というね、主観的追加的併合ですね。これが、まあ、判例上ですね、昭和62年では規定されているという感じですよね。そうすると別訴提起して併合するしかないかな、なんだけれども、まあ、今回の原因は A の行為にある。認めるだけの理由があると思います。ということで、まあ、L の発言ですね。ヒントになりますが、A の行為によるものだから認めるべきと、これどっかに答案上反映させた方がいいです。わざわざヒントで書いてくれてるんでね。で、62年判決、ダメだと言ったのは4つの理由でした。はい、まあ62年判決覚えてなくても大丈夫だったというのが今回の問題ですが、はい、まず一つ目、別訴真訴に対して継続中の訴訟、旧訴訟の訴訟状態当然利用できるとは限らないので、訴訟経済に資するとは言えないと。流用かと限らず、なのでノット訴訟経済と。はい、2つ目、全体として複雑化の弊害。3つ目としては軽率な提訴。誘発の恐れ。で、第4に遅延を招きやすいと。はい、この4つの理由に対して項を被告に追加する X の申し立てを認められるように立論してもらえますか、ですので、基本的にはこの4つの理由全部叩いてくださいと、こういうことです。4つの理由がまあおかしいというんじゃなくって、本件に妥当しないという形ですね。どっちかというとこれ判例の射程論で論じていただいたらいいかなと思います。この理由付けが、まあ、本件に妥当しないと、射程外と、まあ、こういう方向でね、立論してもらったらいいんじゃないかなという感じはします。はい、まあ、判例の射程と言われる問題についてはね、判例と事案が違うというだけじゃなくって、判例の理由付けが本件に妥当しないというね、そういう説明をしていくというのが、まあ、あの王道な形ではあるんですけども、まあ、今回の理由付けですね、判例の言ってる4つの理由付けが本件に妥当しないというね、そこをなんとか言っていこうと、こう思ってください。はい、じゃあまず1つ目、流用できるとは限らず訴訟経済に資するとは言えないというところでありますけれども、はい、まずはまあね、訴訟資料として何があるかっていうのを考えていくと突破口見えてくると思います。現状で存在する訴訟資料って何ですかっていうと、訴状と乙の自白ぐらいなもんですね。で、あとまあ自白を撤回したかな。これぐらいしかないんですよね。で、こうやって具体的に訴訟資料を考えたときに、はい、これ流用しても意味ないですよね。追加的併合で、項との関係で、乙の自白とか撤回とかですね、関係ないですよね。通常共同訴訟ですんで、
なおさらのこと、オツの主張というのは公には影響しないはずなので、そんなところは別に流用する意味もなければね、流用不要と。本件では流用不要なんで、一の理由付けは当たらないと。流用していいのは訴状ぐらいなもんです。はい。なので、申し立て書、ね、これさえあればいいと。ね、そういう意味ではまあね、オツの自白とか、その被告側の出した訴訟資料で流用するべきものは一切ないと。しかも流用できる関係にもない通常共同だからね。なので、そういう意味でまあここは流用不要だということで、一の理由が本件に妥当しない。こんな感じで叩けます。二つ目。複雑化するかというところではありますけれども、はい、全体として複雑化する弊害予測ですけれども、本件で、こう被告にするっていうのは、ある意味、ベストな状態ですよね。複雑化というよりは、むしろ、シンプル化すると思います。だって本来被告とすべきものはこうだったわけですからね。オツを被告に続けるよりも、こうも、やってね。で、あとは以後、との関係でのみ審理進めるというした方がシンプル化するわけで、むしろ望ましいと。三つ目。軽率な提訴と言うけれども、A の一連の不正が原因ですと。だから、軽率とは言えないと。こうやって切り返したらどうでしょうかね。で、遅延するか、いうところですけども、確かにここはね、第三回まで進んでます。けれども、ここはちょっと実務知識があるといいですが、賃貸借収了の返還請求ですね。ちょっとここはちょっと訴訟物をね、こういう形で、記号だけで書いてますが、賃貸借収了を留保する目的物の返還請求ですね。この事案というのは結構シンプルです。しかも、債務不履行、賃料不払いを留保するお話だと、基本的に被告の複雑な抗弁というのは想定できない事案です。賃料を払ってない。だから解除と言われているわけで、賃料払わなくていいというね、なんか反論が、まあ、それなりに出てきたらそれでいいですけれども、あまりこのね、被告側に、まあ、類型的にかな。類型的に、被告側に、複雑な抗弁とかは考えにくいと。まあ、これは、まあ、一種の、ね、実務的な発想ではありますが、まあ、それ以外にも、今回のところですね、遅延を招きやすいか、まあ、まだ始まってすぐですね。こっちでもいいですかな。まだ始まってすぐという状態に等しいと。いうふうに言ってもいいですね。まあ、3回しか行われてないという言い方でも結構ですね。3回しか行われてないという意味ではまだね、始まって間がないというような状態ですので、遅延招くとも到底言えないというふうに言っていただいていいです。はい。そんなところで、4つとも理由を叩いて、主観的追加的併合をね、今回で射程外だから認めるべきであるというね、そういう方向に持っていくというのが考えられるかなと思います。まあ、とりあえず一応通常強度の要件満たすというね、そこもまあ入れといてもらえるとよりいいとは思いますね。通常強度の要件満たす。ね、とりあえずね、今回のところでいくと、訴訟物共通かな、義務共通。権利義務共通かな、あるいはまあ事実共通でもいいかな、原因共通でもいいと思いますが、まあ、どちらでも、ね、いいと思いますが、とりあえず38条の要件満たすというのを一言、ね、入れておくとよりいいんじゃないかなとは思います。はい。まあ、現場思考です。ちょっと難しいですけどね。で、この4つの反論、ね、4つの反論というか、4つの理由付けに対して全部反論する。これがまあ、ベストでありますけども、当然現場でやってて、出てこない、出てこないって出てくると思います。これはもうしゃあないんですけども、出てこないときは書かなくていいです。変なこと書くぐらいやったら書かない。ね。とりあえずね、4つのうち、1、2、3、ね、ここまでは反論できるんで、ね、判例の射程は、ね、主として本件には妥当しないというふうな感じでこうごまかしていくね、それもあり得るところではあります。はい。ということで、まあ今回の事案ですね、まあ現場思考的な問題なので、それなりに書けたら OK。というね、割り切っといてください。それなりに割り切ったら結構と。ね。そんな感じでいいんかなと思います。はい。さあ、ラスト、行きましょうか。問いの3。はい。問いの3関係ですけれども、被告はオツと確定というね、そういう状態になっています。
で、そこで X から委任を受けた L、どうしたかというと、項に、新たに訴えを起こしたと。で、こちらの訴えに関するお話と。はい。B はどんな言い分したかというと、令和3年に支払い猶予の協議をし、で、2ヶ月分の猶予する旨の合意をしたと。ということで、猶予合意。はい。まあ、契約の成否ですね。はい。まあ、これが、一応ね、反論としては出てきたと。で、解除できないというね、USB のメモリ。これを証拠に出したと。はい。で、B の説明によれば、A がコンピューターで賃貸人、記名欄、未入力にした原案を作成し、X に対してメールで送信し、X の内容を確認した上で、賃貸人、記名欄に氏名住所、氏名住所を入力して完成させた後に、USB に保存し、A に渡されたもの。というね、なんかこんな風になっておりますが、まあ、要は A から X、X から A で、USB と。こういう感じですね。1、2、3と。で、これに対して X の方は知らんがなということで合意の成立否認、ね、そうなっております。さあ、今回の問題は USB メモリについてのまあ問題ということで、なんか嫌な予感ですね。USB メモリという証拠ですね、新たな種類の証拠でありますが、J の発言、はい、とりあえずちょっとね、ここは誘導の会話をちょっと見ておきたいと思いますが、はい、今回の誘導、USB メモリ、情報を電子的に記録する媒体であり、情報の読み出しにはコンピュータ、プリンターとの出力機器が不可欠であるから新種証拠と呼ばれますと。で、合意、否認している以上、USB 調べる必要があります。で、新種証拠。これキーワード、2回目出てきている言葉、キーワードですね。新種証拠はどうもキーワードですね。で、録音テープ、ビデオテープについては231で解決された。で、USB メモリのようなコンピューター用の記録媒体は解釈が必要と。で、この種の記録媒体の取り調べは、諸々にいるべきだとの見解に立って、同条を USB に適用することができることを論証してもらえますかというね、そういうことを言っておりまして、知らんわ、こんな条文中ね、そうなるのがほとんどの受験生やと思います。はい、とりあえず231条に当てはめてくれというね、なんかそんな感じの問題でして、ちょっとここでまあ条文読まなしゃあないです。ね、231。この説の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープ、その他の情報を表すために作成された物件で、文書でないものについて順用する。分かったような、分からんようなという条文でありますけども、231に当てはめろという、そういう感じですよね。今回の記録媒体解釈がいるというところであるんですが、同条を適用できるということを論述するということでありますんで、まあ、初めて使うに等しい条文でしょう、皆さんにとってみるとね。で、それを解釈しなさいだから、何がヒントかというと、趣旨から述べるというのが必要なことになってきます。初めて見る条文の解釈をするときに、何から解釈しますかというと、趣旨から解釈していただいたら一番いいわけですよ。ね、定義がね、もちろんこの後書いていけって書いてますけども、趣旨ね、言及できるとなおいいかなという感じがなります。はい、で、USB、情報表すために作成された物件で文書のないものに該当し、ということですよね。その通りです。ただし、まず、文書を定義。文書でないものに当たる。その上で、録音テープなどと同様に取り調べることが許容される理由を明らかにしてください。ということで、はい、なんとなく、というかもう一番最後の問題であるけど、現場思考だというね、そんな感じです。で、ほとんどね、あまり考えたこともないところではありますので、ほとんどの受験生が困っていると思ってください。文書の定義知らんがなと。ね、覚えてなくてもなんとかひねり出すんですね。その辺もまたね、やりどころでありますけれども。はい、とりあえず一応文書でないものというね、231の文言がありまして、文書ってじゃあ何なんだってことで、ちょっとね、条文食っていただくと、まあ一つヒントになるわけですけれども、文書でいくと、まあ、219あたりからかな、条文があるわけですね。はい、この辺ヒントですね。条文は食っていくしかないです。で、219書証の申し出、文書を提出して文書の所持者に、提出を命じるというところでありまして、まあ、文書についてね、書証の一種であるということがわかります。書証というのは書面的なものが証拠になるという、そういうことですよね。これ深掘りの一つのコツでしてね、言葉にかじりつくという形でやっていただくと、なんとなく
形が見えてきます。ということで、それを今から実践してみましょうか。はい。諸々というね、そこからヒントですね。文書っていうのは諸々の一つ。ということで、証拠の書が書いてますので、まあ、証明に役立つもの、そんな感じのこう定義らしきものが自分なりに出せそうな感じがします。いいですかね。書証の一つで、その中の文書ですからね。文の文はこれは文字でしょうね。いいですかね。文書の文というのはこれは文字の文で、書は書面の書ですから、まあ普通に考えたら紙媒体。はい。初めて定義を作るという時に、まあそんなプロみたいにうまく書けなくていいんです。一つ一つの文字を明らかにしていけばいいんです。そういうことで文書、まあ僕だったらこう定義するということで、文字等を紙媒体に記録したもので、かつ何らかの証明に役立つものみたいなね、そんな感じの文書の定義でいいと思うんですよ。まあその辺はもう現場ですで、ね、25点しかないものだし、残り時間もそんなないのでね、ここに時間使うわけにいかないので、何をやってるかというと、一つ一つの漢字から意味を推測するという、もうここです。だから文書の定義としては文字を紙媒体に載せたものみたいな、そんな感じでいいと思うんですよ。でなおかつ、まあ書証の証拠の一つだから、要証事実との関係で証明に役立つものとかね、そういうふうな、まあ言葉を入れたらなおいいかなという感じでしょう。でそうすると、まあ今回のところ USB メモリっていうのは文字を紙媒体に載せたものじゃないですね。 USB メモリをどんだけ見てもね、文字載ってることあるかもしれませんが、その USB メモリにね、表面に記載されるという文字が証拠に役立つから役立たないわけで、なのでむしろこれは文字を紙媒体ではなくて電磁的な記録媒体に載せたものになりますんで、文書ではないということで、まあ基礎付けられるかなというところでしょうか。はい。でその上で231の適用の可否ということで、まあ、ここは趣旨を自分なりに上げていくといいと思います。231条の趣旨から、まあ録音テープとの類似かな、まあ、今更録音テープという言い方はしないことが多いかなと気がしますけどね、まあ、このあたりがヒントでしょうね。でとりあえず231条の趣旨で何だろうということで、文書以外で準用すると書いてますね。文書以外でも要は証拠として許容するというのが趣旨です。ですかね。231趣旨は何かというと、ノット文書でも証明に役立つ以上は証拠として許容するというところに、まあその趣旨があると。で USB メモリというのは PC パソコンですね、パソコン等を利用すれば容易に中身が読み取れるわけですので、その証明に役立つことは明らかであると。したがって録音テープとも類似するといえ231を適用するべきであると。まあ、こんな感じでどうでしょうかね。とりあえずまあそれなりにね、論じているというふうな形になると思います。で論証と書いてあるから、なんとなくね、しっかり論じて証明しなきゃいけないってね、なんかこう頭形ね、カチコチになっちゃうかもしれませんけれども、そんな難しく考えなくて結構です。未知の条文を適用しろなので、趣旨から論じればいいわけですね。趣旨も条文から推測して何のためにあるのかなというのを考えたらいいんです。まあ、民事訴訟法の条文は誰のどんな利益というのがね、ちょっとこう想像しにくいんでね、ちょっとここは一般的な未知の条文の解釈のね、誰のどんな利益のところは使いにくいところがありますが、何のための条文かというね、それ考えてもらうと、あ、これは文書以外のものでも証明に役立つ以上証拠として許容するというところに趣旨があるというのは多分ね、出てきやすいね、趣旨だろうとは思います。でそうであればね、PC
なんかですね、ぶっ刺してしまえば、ね、この USB メモリーの中身というのは確認できるわけですから、なので証拠にも役立つ、文書でなくても、証明に役立ちうるものということで、231条を適用しうると、まあ、そんな感じの、ね、説明が可能なのかなと思います。はい。まあ、現場志向なので、そんなに時間ない中でやりますんでね。そんな高度なテクニックはいりません。で、ただし、まあ、今日ね、お示しした、まあ、スキルというのは結構あちこちで汎用性があるものではありますので、困った時には当事者、困った時には条文、あとはもう一個掘り下げるものとして、困った時には文字にこだわるね、文字を深掘りするというね、こういうやり方を結構していただくと、まあ、はっきり言って、現場志向問題も怖くなくなるね、感じになってくるのかなとは思います。はい。すみません、商法と民事訴訟について、ちょっとね、一応の水準ラインとかちょっと言い忘れてるところありますので、説問に、商法の説問に以下ですね、後半やったものについてのね、一応の水準ラインとか良好ラインね、この辺お話ししていこうかなと思います。はい、講師レジュメの方の、4ページ以下かな。はい、4ページ目以下なんですけれども、まあ、説問1、もう言ってないから、商法説問1からちょっとね、お話ししていきましょうか。はい、商法説問1はやっぱりね、根拠条文で3392項ですね、これを言及できてなかったら多分一発アウトに、ね、なってしまうのが問いの1かなと思いますが、その上でまあ解任と同志できる事情をまあそれなりに書くね、プラス正当理由もちゃんと書く、損害もちゃんと書くとかね、あ、すいません、これ損害残り任期3年分って書いてますが、これ2年分の間違いです、すいません、残り任期2年分ですね、3年分とちょっとね、あのラストになっちゃってますけれども、残り任期2年分です、すいません。はい、ということで、まあ、全要件をとりあえず一通り書くということができてれば一応の水準だと思います。で、そこから先プラスアルファで良好に行くためには何がいるかというと、やはり両方向の当てはめですね。例えば解任と言える事情と解任と言えない事情、正当理由があるという方向とないという方向ね、そういうふうに両方向の事情が本文で上がってましたんで、両方向ちゃんと上げていく、それからまあ正当理由をできたら解釈して当てはめね、解釈自分なりに定義を書いて当てはめするというところをね、やっていただくといいと思います。すいません、意の良好も下から2行目ますが、任期3年分になってますが、残り任期2年ですよね、すいません、2年の分を相当言えるか、まあ、考えてもらえたらいいでしょう。はい、問いの2の事業譲渡の関係ではありますけれども、まあ、ここはまあ、423を一応かけてれば一応の数字とここ書きましたけれどもね、もしかすると、利益共有ですね、これも言及してないと一応の数字もしかしたらないかもしれません。ちょっとね、これ甘めに書いていますけれども、とりあえずまあね、利益共有を落とす人がそれなりにいるだろうと、落とす人がかなり増えたら一応の水準は423一通りかけたら OK となると思いますが、120条の利益共有がほとんどの人がかけてるとなると、多分一応の水準に、利益共有のところも入ってくると思いますので、ここは受験生全体の出来次第ですね。すいません、皆さんのね、出来がどうだったかっていうところはね、ちょっともう統計まだ取ってるわけじゃないので、ちょっとわからないところであるんですが、まあそこはちょっとね、もしかしたら利益共有が書いてないと一応の水準は厳しいかもしれない。ね。で、あとは当てはめですね。双方向からの当てはめができる、なると良好に近づいていくと思います。ここもね、G からすると会社のためというのと、それから、保身のためというね、その辺が、あるいは親会社のためというところが、まあ結構ありましたんで、その辺をちゃんとね、全部事情として書いているというところがね、必要になるのかなとは思います。はい、説問さんの22条の類推適用論、まあここはね、直接適用できないのを絶対書いてくださいね。類推するときにはこれは直接できないことをね、まずベースにして、その後、ね、類推適用ですね、これをちょっとね、書いていくことになりますが、まあ照合の属用、とか、まあ照合属用のね、22条については、まあ比較的有名な話なんで、多分多くの方がね、一応の水準は言ってるかなと。で、プラスアルファですね、できるとしたら22条の趣旨がどこまで正確に欠けてるかだと思います。営業主体の誤認混同ですよね。営業主体の変更を第三者が知り得ないような場合というね、そういうふうなところがちゃんと22条ね、趣旨、正確に捉えられてるかどうかは結構大きい。プラス、差外的事業譲渡もちょっと言及しておいた方がいいのかなというね、感じがします。これあるとね、良好により行きやすいんじゃないかなという気がしております。はい、民訴法についてですけれども、やや難。難しいです、全体的に。なので、多分受験生全体としては一応の水準ね、レベルとしてはかなりね、低いラ、なんかな、ラインが一応の水準になるとは思います。一応の水準ラインとしては問いの1ですね。表示説はまあマストです。何らかの一つの見解を示して当てはめていいです。これね、何らかのと書いてますね。意思説に限らなくてもいいので、ね、何らかの、なんかな、理由付けなくてもね、規範的なものを出して、公が被告であるというところね、ここ反対する見解なんか自分なりに書いて当てはめできたらも十分だと思いますし、あとは自白の定義、撤回要件、ここはちゃんと正確に書けてることが必要だと思います。で、プラスアルファ良好に行こうとすると、まあ、表示説、
それから自説、あ、対立ですか。で、理由までちゃんと書けてると、良好に行くかなと。で、あとは、ね、自白の、まあ、今回ね、撤回認めないとすると、かえって弊害があるという、ここの問題のね、出題とにちゃんと答えてね、自白の撤回認めた方がいいということを、撤回制限の論拠に遡って言及していければね、良好に近づいていくのかなという感じはします。はい。というのに、一応の、これ分かりやすいですね。主観的、追加的、併合の4つの論拠のうちの、いくつか、まあ、妥当しないと書けてれば、もう多分一応の数字いくと思いますね。ここについてはなかなかね、反論を思いつくっていうのが大変だと思いますので、全部書けたら多分良好に入ってるかなと思います。ね、それなりにね、論拠の4つのうち、ね、2つほど有効打打ててたらば、まあ、一応の数字になってるかなというね、そんな感じでしょうか。はい。問いの3は、まあ、さっきゲマシコやりましたが、文書の定義ですね。ここの定義を、まあ、それなりに見栄えのするものじゃなくていいです。何らかのなんか定義っぽいものが書いてあるというね、それでも十分点になると思いますし、あとはまあね、231の趣旨に言及しなくても、まあ多分一応の数字いくと思いますが、できたら231の趣旨に言及して当てはめ、まあこれで良好近づくね、そういう論述ができたらなお良かったかなというね、ところではあります。はい。まあそんなところではありますが、まあ一応の水準はかなりミンスは、今回低くなると思いますんでね、今回皆さんミンソできてないっていうね、感触をね、語る方何人かいらっしゃいましたけれども、あのミンソもあんまりね差がつかないと思います。むしろ変なこと書いてドボンが怖いんでね、なので変なこと書いてないことというのはね、結構重要なところになるのかもしれませんね。はい。まあ、ミンソについては難しいね、問題と、まあ、難しくない問題とか結構ね、交互に出てきてるような感じでありますので、まあ、皆さんみんな出来が悪かったと思ってね、今年ダメだったとか思わなくていいです。で、むしろそれも民法商法のね、民法の第一問で取れたかどうかね、ここはかなり大きなね、分岐点になるのかなというふうに思いますので、まあ、そこのところで出来がちょっとまずかったなという方はね、ちょっと来年視野に入れてね、勉強をちょっと始めるという感じでしといてもらった方がいいかなという気がします。はい。ということで、まあ、若干2分ほど余っておりますけれどもね、参考答案とか多分言及し出すと、オーバーになってしまうと思うんで、とりあえずもうね、こんな感じで、今年の分析会を終わりにしたいと思います。まあね、今後、民事系の、問題検討ですね、なんか困ったよとかね、いうことあれば、まあ遠慮なくね、聞いてもらえれば嬉しいなと思ってますんでね、まあなんかね、今後もなんかね、質問とある方はぜひね、聞いていただけたら嬉しいなというふうに思っております。はい、ということで、今年の、民事系の分析会ですね、これで終わりたいと思います。どうもお疲れ様でした。